どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。さて、今回はこれまでの動画をまとめた総集編、となっているぜ。その題材は、三国志の後の歴史の主役たち、だ。三国時代が終結して、秦王朝が天下を統一することになるわけだが、その後の歴史について語るときに彼らの名前を欠かすことはできないだろうと思っている。一人目は荷重、秦王朝建国の最たる功臣だな。そして二人目は芝忠、秦王朝の二代目の皇帝だ。三人目は芝悦、あの八王の乱の勝者だぜ。四人目は雄燕、その秦王朝を滅ぼすに至った南郷土の王で、五人目は赤禄、雄燕の建てた官庁を滅ぼして皇朝を築いた圧倒的カリスマだ。いずれもこのチャンネルで扱った英傑たちね。この動画で、時代順にその英傑たちの人物解説を見ることができると。なるほどなるほど。時代で言えば秦王朝の建国から滅亡、そして皇朝の成立までのあたりだ。三国時代の主役たちが去り、新たな英傑がまた生まれる混迷の時代。ごちゃごちゃとしてわかりづらい時代だが、この総集編で取り上げる人物たちの足跡を追っていくことで理解もしやすくなると思っているぜ。八王の乱とか五胡十六国時代とか、確かにここは理解が大変だしねー。でもその時代の主役を見ていけばわかりやすくなる感じはするわ。総集編だし長丁場になるから、気になるところだけを見てもよし、作業用や睡眠用に流しておくでもよし、休憩を挟むもよしって感じで。どうぞ好きなように楽しんでいただければ幸いだぜ。ということで、張り切って解説へレッツラゴー。それじゃあ最初の項目、しばしとかし、から触れていこうかな。まずは荷重の話をする前に、どうして荷重がしば一族の協力者として、そして新建国の功臣として名を連ねるようになったのかを見ていくぜ。というわけでここでしばしとかしのつながりが非常に大切になってくる。荷重の父は義王朝の名臣、柿、だ。そしてしばしの権勢を固めた人物、しばい。この二人は非常に近しい関係にあったとされるぞ。義武帝、曹操が没した際、その葬儀を取り仕切ったのがこの二人だし、赤帝の戦いでも共に軍を率いて戦うなど、協力的な関係にあったぜ。義の建国事業に、深く関わっていたという二人だったわけね。ここから、しばしとかしの蜜月な関係が始まっていくと。そんな柿の息子である荷重は、父の功績も手伝って、尚書郎に抜擢され、中央官僚として法令や人事の仕事をこなすようになると、次は、黄門次郎、兼天皇中郎将、へと順調に出世を重ねていったぞ。そしてそのまま、芝居の長男芝氏に接近していくことになるぜ。当時の義王朝を取り仕切っていたのは、父、芝居、の後任として国政を管轄していた、芝氏、だ。荷重はそんな芝氏の直属の、参謀閣として軍部に参画することとなったぜ。おそらくこの辺りからだ。暴臣荷重が芝一族の政権に接近し、密接に関わり始めるのはな。中央官僚で政務の中枢の仕事をこなし、次は国政の主の軍師になると、若手の頃からバリバリに有能で仕事ができた人だったんでしょうね。こうして芝氏の参謀になった荷重の最初の大仕事は官宮憲の乱であったぜ。この当時、芝氏は義の国政を完全に牛耳っており、喪失で予防のあった加工源を処刑したり、しばし政権に不満を抱く義弟双方を配立したんだ。それの反発で起きた軍事クーデターだな。大孫後戦線を担う名将官宮憲の勢いを恐れ、しばしは病の身でありながら直々に出征。当然、参謀である荷重もこれに付き従って、結果としてしばしは反乱の鎮圧に成功する。しかし無理がたたったのか、病状が悪化したしばしは洛陽に帰還できず、巨匠で没してしまうんだ。しば一族の権勢に異を唱える者を、力で叩き潰すための戦役。荷重の始まりにふさわしい、大きな意味を持つ最初の大仕事かもね。ただしばしが没して間もなく、ちょっとした騒動が起こったとされる。この時しばしの弟であるしば将が巨匠まで見舞いに出向いており、その中でしばしが没した。芝一族の戦王を嫌う義弟双方はここで、芝将は巨匠にとどまり、他の者が軍を率いて帰還せよ、と命じたぜ。このまま芝将が軍を率いて都に帰還すれば、間違いなく芝氏の権勢を継ぐ者が芝将であると、衆目に知らしめるも同じ話だろう。
それを認めたくないための命令だったが、司馬相はこの命令を無視し、過重に巨匠の留守を任せ、自身は堂々と軍を率いて洛陽に帰還したぜ。もはや皇帝の勅命すら意に介さないほどの、圧倒的な牽制だったと。そして司馬相はこの時からすでに、過重に信頼を置いていたわけね。まあ、まだ僧帽は未成年だったし、勅命の効力も薄いという認識があったんだろうな。それにしてもあからさまな行動ではあるんだけど。こうして司馬相が正式に司馬氏の後任に就くと、司馬相の直属の軍事長官や幕僚筆頭などに就任し、協力関係を強固にしていったんだ。そしてここから、司馬相もまた兄と同じように反乱分子をあぶり出し、自らの力を誇示するべく、それを叩き潰すように動き始めるぜ。その標的となったのが、官球権の後任として対後戦線を担っていた優勝、諸葛丹、だ。そしてここで荷重が、暗躍を始めていくわけだな。ついに統制切っての防身が動くのね。それにしても司馬相と荷重、本当に相性がいいというか、そういったイメージがあるわよね。というわけで次は、後期強行使役、の項目に話を移していこうと思う。諸葛丹は娘が司馬相の囲碁帝に嫁いでいて、縁戚関係にもあったし、司馬一族とも近しい存在だったんだが、かつて司馬の政敵であった曹操の派閥とも近しく、少し微妙な立ち位置にいた人物であったぜ。そこで司馬相は荷重を諸葛丹の元に送り、孫後征伐の契約を練らせるという建前で、諸葛丹の本心を聞き出そうとした、とされている。こうして荷重は諸葛丹に司馬相の牽制は明らかだし、人々は天命が司馬氏に移るのを望んでいるらしい、という話をしてみたのだとか。普通に考えて、国家反逆罪レベルのヤバいこと言ってるわよね。でも確かにこうやって揺さぶれば、諸葛丹の本心も透けて見えると。諸葛丹は軍人らしく豪気な性格だった。故にこの荷重の不穏な発言に何を言うか、お前の父親は義の中心であろう。と激怒したとか。まあ、諸葛丹も自分の立場が分かってたからこそ、ここで踏ん切りをつけたとも見れるな。こうして荷重は帰還し、司馬相に報告するぜ。諸葛丹は優勝だし、その下につく兵士も死力を尽くす精鋭揃いだから、早く諸葛丹を呼び出して、反乱を未然に防ぐべきです。って内容でな。こうして司馬相は荷重の検索通りに、諸葛丹を昇進させる形で朝廷に呼び出したが、諸葛丹は急な昇進話を怪しんで、反乱に踏み切るぜ。こうして起きたのが、義史上最大規模の反乱、諸葛丹の乱、だったと。荷重はこの反乱を早い段階で潰すために煽っていた感じもするわね。確かにそう見ることもできるな。諸葛丹派孫後と通じて援軍を頼み、受春に立てこもる構えを見せたぜ。対する司馬相は自ら出陣しており、自分が不在の間に変なクーデターを起こさせないため、義弟相貌を伴っての申請、という形式で反乱の鎮圧に向かうことになったぜ。荷重はこの戦役にて、敵兵と正面切って戦うのではなく、土塁や堀を築いて敵の攻め手を封じ、戦わずして勝利することを進言したとか。普通、この援軍が来る前に鎮圧したい情勢だが、司馬相は荷重の進言通りに時間をかけて包囲を絞り、計略で敵の内側をかき乱したんだ。確か司馬相はこの時、参謀の紹介を用いて、五軍や諸葛丹軍に罹患の計を仕掛けることで、包囲を完全なものにしたのよね。そうだな。敵は内輪もめを起こし、その隙に司馬相の軍は包囲をさらに強固なものへと仕上げていく。こうして諸葛丹の反乱は鎮圧されて、司馬相は政治及び軍事において比類なき牽制を築くことに成功。もう司馬相に逆らおうとする有力者は義の国内から消えてしまったぜ。そんな情勢を苦々しく見ていたのが、義弟相貌だった。彼にとってこの反乱は、司馬相の権威を貶めることができる最後の希望であった。しかしその希望は目の前で打ち砕かれ、皇帝であるにもかかわらず何もできない自分の立場に、若き相貌は激しい怒りを覚えたとされる。理髪で鋭敏な気質だったとされているし、現状が理解できているからこそ、皇帝としてそれが耐えきれなくなっていたってわけね。この諸葛丹の乱から2年後の260年、20歳となった僧帽はついに、司馬相の心は道行く人すら皆知っている、という言葉を漏らして、自らの手で司馬相を排除する決意を固めたぜ。しかしすでに、僧帽には味方もいない状態。わずかな使用人を率いて立ち上がるしかなかったぞ。
ただすでにこの計画は露見しており、芝生の宿舎は多くの衛兵により守られていて、そしてその兵士を率いていたのが荷重であったんだ。しかし相手は実権がないとはいえ、皇帝だ。いかなる理由があろうと、皇帝を傷つければ一族もろとも死罪。故に兵は戦うことができなかったぜ。なるほどね。皇帝としての立場を生かした、捨て身の特権だったと。でもこうなると荷重には、打てる手がないように思うんだけど。どこまで荷重が織り込み済みだったのかまではわからないが、荷重は正妻という烈士を雇っており、彼に皇帝である僧帽を視察させたんだ。この時荷重は、お前を養っていたのは今日という日のためだ、と正妻に言ったという逸話もある。こうして僧帽は命を落としたんだぜ。ただ、芝生としてもこれは本意ではなかっただろうとも思うぞ。剣を振り上げられたとはいえ、僧帽は皇帝で、形式上の主君でもある。主君殺しの罪は、いかなる理由があろうと死罪しかありえないからな。この事件はどうあがいても、どう説明しても、悪評を免れないだろう。確かに、殺さなければいくらでもや理由があっただろうけど、どうして荷重はここで僧帽を切り捨ててしまったのかしら。この結果が芝生の本意ではなかった、というのは確かだろうと思う。僧帽を殺めてしまったことに対してうろたえ、参謀の賃貸を呼んで、どうすればいいのかを尋ねたとか。この賃貸は、芝生の部下として西方で軍務に携わっていた、いわば芝生にとっての腹心だろうぜ。その賃貸が荷重を処刑すべき、と進言。芝生がそれ以外の方法を聞くと、それ以上はあっても、それ以下はない、と言い捨てているぜ。つまり荷重を処刑するか、もしくは芝生自身が罪に服すかの二択。腹心にこれを言わせたわけだ。それほどの大事件であったのだろうな。せっかくここまで積み上げてきた信望や威信がこの事件一つで全て無駄になる恐れがあったと。芝生がそれを望むわずがないわよね。そういうことだ。じゃあ荷重の本意はどうだったか。これに関しては正直なところよくわからない。主である芝生の意向に逆らってまで、僧帽を殺める理由。ここからは推察の話になるが、荷重はしばしの支持率がこの一件で失墜することはない、と思っていたのかもな。むしろ最大の障壁である、この若くて鋭敏な皇帝を生かしておけば、宗師からしばしへの禅譲で揉める可能性が高い。逆に僧帽を殺めれば、芝生が皇帝になるまでの手順が、一足飛びに早まることになるぜ。禅譲をゴールに考えるなら、非道だが最も効率的な一手になるだろう。結果だけを見れば、まさしくその通りになってはいるわよね。弊害や副作用をすべて無視した上での最効率の一手。恐ろしい話だわ。それじゃあ次は、新建国の更新、の項目に話を移していこうと思うぜ。僧帽が刺殺されてしまったこの一件だが、芝生は荷重を処断できず。また自身が罪に服することもなく、実行犯である制裁に全ての罪をかぶせて一族もろとも処刑し、僧帽は皇太后を殺そうとしていたと発表した。親不孝であった僧帽の狂人から、芝生は皇太后を守り、僧帽には手を出すなと厳命していたが、制裁が命令を無視して殺してしまった。こうしたストーリーを無理やり作り、僧帽を皇帝から諸侯に格下げし、諸侯の礼で葬儀を行うぜ。それでも芝生の権勢は揺らがなかった。むしろこれを成立させてしまえるだけの権勢を握っているという、その圧倒的な芝生の存在感をさらに強くしてしまったわけね。ここまで来ると軍神は皆、芝生が即位することを望み出したわけだ。しかし芝生は動かなかった。禅譲を行う意思は間違いなくあったが、即位するのは自分ではないという強い意志を持っていたとされている。圧倒的な実権を握った曹操ではなく、曹丕が義王朝を建てたようにな。こうした意見の相違はありながらも、義の国政を完全に掌握した芝生は、度重なる戦役で疲弊していた蜀漢の征伐に動き始めるぜ。西方の小国である蜀漢は、幾度となく義に戦いを挑み、疲弊し続け、内側もまとまりを欠きつつあった。そこに芝生は好機を見出したぞ。ついに、三国志の時代は終焉を迎え、天下は一つにまとまろうと動き始めるわけね。いつ見てもこの辺りの話は寂しい感じがするわ。芝生の命を受け、名将東外と防神商会が蜀漢を攻め、263年、ついに蜀漢は滅亡するぜ。しかしここで商会が現地で義軍を掌握し、芝生追討の宣言を行い、蜀漢の残存兵をも吸収して独立してしまう。
司馬昭は荷重に軍を預けて、反乱鎮圧のために長安へ駐屯させたぜ。ただ荷重が出発する前に、人心を得ていなかった紹介は味方の暴動にあってしまい戦死。こうして食官征伐の功績は司馬昭が独占したぜ。いよいよ司馬昭の権勢は頂点に到達。司馬昭は秦王の位が与えられ、あとは禅譲を行わせるだけという、即位の一歩前にまで進んだわけだ。王位の上はもう定位のみだものね。こうなってしまうともはや、魏王朝の滅亡は秒読みの段階に入り、覆ることはなくなったと。ただ司馬昭はすでに老いており余命が少ないこともわかっていただろう。そうなると困るのが後継者だ。司馬昭には司馬炎という長男坊と、兄の司馬氏の養子に出した三男坊の司馬遊という二人の息子がいて、兄から基盤を継いだ司馬昭は、権威を兄の系譜に戻したいと考えたぜ。だが軍心の多くは司馬炎を推していた。そしてこのことを司馬昭が荷重に相談した際、荷重も年長の司馬炎がふさわしい、と答えている。こうして司馬昭はやむなく司馬炎を後継に立て、荷重に補佐を託し、秦王に上った翌年の265年に没した。そして司馬炎が後を継いだぜ。司馬昭の懐刀であった荷重は、ついにその臣下筆頭格として名を馳せ、後継ぎである司馬炎の後ろ盾として、重きをなすようになっていたと。こうして秦王を継いだ司馬炎はそのまま、義弟宗完から禅譲を受け、魏王朝を滅ぼし秦王朝を建国。自身は皇帝へ即位することとなったぜ。臣下筆頭格であった荷重は建国の後進として社稷将軍、三鬼常侍、尚書牧者の任を受け、王朝の中心人物として政務に携わることになる。この秦王朝は儒学名士らが中心となって建てた王朝でもあったために、特に儒学の影響が色濃く、あらゆる制度が儒学を参照して定められ、荷重を中心とした官僚らにより、大使律令、という法が敷かれたんだ。これは官や儀の法律より刑罰が軽く、人々は喜んで受け入れたとか。そもそもの司馬一族が、儒教の学者として名を成してきたわけだし、この秦王朝において、儒教の影響が色濃くなるのも頷けるわね。この儒教に詳しく触れてるといくら時間があっても足りないから、簡単に特徴をまとめると、周王朝の統治を理想とした解雇主義、かつ、道徳によって国を治める特治主義、的な思想が強いと思ってくれ。司馬炎による秦王朝は、こうした政治的な傾向が特に強かったはずだ。さて、こうして秦王朝が成立し、天下統一まで残す問題は、呉のみ。南方の孫呉さえ制圧してしまえば、秦王朝の統一事業は完成するぜ。しかしここで、西方では、特発樹機能の乱、という戦乱が勃発した。この戦乱で秦の大将格、呉烈、が撃たれ、西方は大混乱に陥ったぞ。この混乱のせいで秦王朝は孫呉征伐を遅らせることになってしまうと。でも、秦王朝が成立して間もない反乱。どうにも不安が残る話よねー。というわけで次は、後継争いの種、に話を移していこうと思うぜ。戦費族の特発部という部族の長、樹機能、によって起こった反乱は、西方を大いに荒らしていて、秦もこの対応に非常に難儀していたとか。またそれだけでなく、秦の内側でも新たな火種がくすぶり始めていたぜ。その火種が、後継者争い、だ。皇帝となった司馬炎は後継者を定めて、人心を安心させる必要があったが、その後継者候補に問題があった。司馬炎の嫡男司馬仲は知的障害を抱えていたという説もあるほど器量に乏しく、軍心の多くは彼を皇太子に置くのを危ぶんでいたとか。外では戦費族がどんちゃんしてるし、まだ孫呉は滅ぼせていないし、内側も内側で大きくなりそうな火種がくすぶり始めていたってことね。司馬炎としては不敵であろうと息子に後を継いでほしいと思うのが親心であったわけだ。しかし軍心の予防は司馬遊に集まっていたぜ。先にも触れたが、司馬炎の弟であり、司馬一族の本家の流れを汲む司馬氏の養子。加えて司馬遊は、荷重の娘をめとってもいたわけだ。自らが秦王を継ぐ際にも対立候補に名が上がった弟を後継者に定めるのを、司馬炎が嫌がるのは自然な話だ。しかし司馬遊を下ろすには、どうしても荷重を切り崩さないといけない。そこで司馬炎とその側近の官僚たちは、荷重の別の娘を司馬仲に嫁がせるように進めたとされる。臣下筆頭格として多くを得てしまった荷重は、暴虐を仕掛ける側から、ついに仕掛けられてしまう立場に変わってしまったというわけね。
さらにさらに、揺さぶりをかけられているか中に、柴縁はここで西方で軍を総括し、反乱を抑え込んでほしい、との意向を示したぜ。皇帝の命令だ、逆らえるはずがない。しかし大物すら戦死するような危険な戦地に赴くことに、最小である荷重が嫌がるのもまた当然だ。この困難を避けるために残された一手は、芝中に娘を嫁がせて、芝縁から警戒の目をそらすことのみ。こうして荷重は娘を嫁がせて、西方への出征を中止させたぞ。この婚姻政策により、荷重は芝流派ではなく中立の立場を取らざるを得なくなった、ということになる。せっかく、朝廷の最有力臣下に上って栄華を極めたのに、ここで辺境の危うい戦地に赴くのは誰だって嫌だろうし、荷重も折れてしまったと。ちなみにこの時に、芝中に嫁いだ荷重の娘があの河南風だな。彼女も父に劣らない傑物だ。気になる人はこちらの解説動画をぜひ。さて、話を戻そう。結局、この特発樹機能の乱は、名将文王や智将馬遊の活躍によって、279年に鎮圧されることになるぞ。こうなると残る外敵は南方の呉王朝のみ。呉は長らく内乱に悩まされ、内輪揉めによって勝手に自戒していきつつあったという国であった。名将陸公の存在が呉の国防をなんとか支えていたが、その陸公もすでに没していた。そして真の孫呉征伐の準備はすでに、整えられてもいたぜ。確か、その陸公のライバルとして新王朝の大呉戦線を担っていた名将楊虎が、すでに孫呉征伐の計画や準備をすべて整えていたのよね。そうだ。だからあとはその計画通りにことを進めれば、孫呉征伐は完遂することができた。ちなみにこの楊虎は、実子が芝氏に嫁いでおり、芝龍の義理の叔父にあたる人物だ。荷重が中立の立場になった今、芝龍最大の後ろ盾と言ってもいい人物だが、278年に没していた。ただ楊虎の意志を継いでいた後任の将軍豊が、孫呉征伐を強く主張したぜ。楊虎たちの狙いは、芝龍を孫呉征伐の総大将に据えて、その実績から後継者争いを優位に進めよう、というものだったとか。ただ、ここで孫呉征伐を断固として反対したのが、荷重であったぜ。あくまで中立の立場にいるなら、荷重がここで反対を強く主張するのは少し不自然じゃない？もう芝中派になってたとか。理由の一つとして挙がるのは、芝龍がもし総大将に推挙されても、芝龍の下で実質的な全軍の総指揮を行うのが、豊になってしまう。そうなると荷重は恩恵を受けるどころか、蚊帳の外も同じだろうぜ。芝龍の下で指揮を取るのが自分。これが荷重の理想だったという説。他には、これ以上の権力を芝縁に集中させたくないという思惑もあったのではないかと思うぜ。荷重は芝将から芝縁を託されて、そして芝縁の補佐役として臣下筆頭に上ったが、芝中に娘を嫁がせた時のように、芝縁と荷重の関係には亀裂が見て取れるぜ。これ以上、芝縁の牽制が増せば、臣下筆頭である荷重といえども立場が危うくなりかねない。だから孫呉征伐を渋っていたってこと。呉が平定されれば、芝縁は天下統一を成した皇帝として名を残す。そうなった芝縁が臣下筆頭の荷重を疎ましく思うのは自然な流れだ。芝龍という芝縁のライバル、そして孫呉という比較的大きな外敵。芝縁の牽制を抑えつけるには、この二つが必要であったわけだぜ。皇帝は独裁を望み、臣下は独裁を嫌う。簡単に言えばこういう構図だ。決して孫呉が手強いから中止しよう、っていう話ではないだろうな。しかし芝縁の孫呉征伐の意欲は強く、そして芝龍への警戒も強く、芝縁は総大将に荷重を据え、その下に豊を置き、出征を命じたぜ。芝龍に功績を立てさせず、芝龍と芝中の義父である重臣荷重を総大将に据える。芝縁と荷重の不穏な関係性が伺える構図ね。それじゃあ最後の項目、真の天下統一、に話を移していこうと思うぜ。荷重を東吾の総大将に置くことで芝龍が優位に立つ目を完全に潰し、芝縁への権力集中を加速させることにつながる。もちろん、荷重はここでなりふり構わずに、勅命を受けてもなお孫呉征伐に反対し続けたぞ。すると芝縁が、君が降りるなら、私が行こう、と圧力をかけたぜ。荷重の代役で芝縁が出征する。臣下が君主の上に立つような話だな。
そんな無茶苦茶なことはできないということで、やむを得ず荷重は総司令官の任を受けたが、それでもなお全軍撤退を主張し続けたんだ。何が何でもという気迫を感じるわね。自分の命すら捨てての還元をしているようにも思えるわ。そこまでして独裁を抑えたかったわけ。あくまで推測だが、司馬省は司馬遠を後継者に定めた際、司馬遠に対して君の一番の理解者は荷重だぞ、という言葉を残したのだとか。荷重を徴用するようにという意味なんだろうが、これが言葉通りの意味であると考えた場合、また別の意図も見えては来ないだろうか。司馬遠は天下統一後、独裁色を強くし、政務を怠りがちになっていく。その結果、新王朝はわずかな期間で崩壊してしまったとも見れるだろう。荷重はこうした司馬遠の気質をよく理解していたからこそ、新王朝のために、司馬遠のために命を捨てて還元したのでは、とも思えるぜ。司馬遠に権力が集中してしまうことを、真の理解者である荷重は危険視していた。だからこそ断固として孫悟税罰に抗った、と。とはいえ、一度動き出した流れを止めることはもはやできなかったぞ。各方面から後の領土に侵攻した秦軍は、すべての戦線で勝利を挙げて、豊は破竹の勢い、の故事成語の語源となるほどの快進撃を見せた。こうして280年、ついに秦王朝は天下の統一を成し遂げたんだぜ。断固として孫悟征伐を反対していた荷重は、自身の不明を詫びて、処罰を伏すよう求めるが、司馬遠は荷重の指揮権を没収するだけで、孫悟征伐の論考を預からせ、荷重を大いに表彰したとされているぜ。表舞台から退かせないまま、その臣下筆頭の権威を利用されたわけだ。これが政治の世界ってやつなのね。荷重はその闇を巧みに裁いてここまで登ってきたけど、ついにその闇に飲まれ始めてしまった、と。その後、天下を統一した司馬遠の権勢は絶頂期に達し、皇帝の意向に逆らうような人物が左遷されるようになっていく。その空気を見て、先にも触れたあの豊ですら、賄賂を使いながら政治から離れて、ひたすら儒学の研究に勤しむという自重を自らに強いるほどだった。荷重も間もなく病に伏せって引退を申し出るも、司馬遠はその必要はないと言って、荷重を尊重する形で変わらず好意に留まらせたぜ。また司馬遠だけでなく皇太子や皇族のほぼ全てが荷重を見舞うほどの厚遇ぶりを示した。そして282年、荷重は病で没したとされるぜ。司馬遠としても、荷重は疎ましくもありつつ、最たる臣下として敬ってもいたのかしらね。なんともいびつで不穏な信頼関係であったと。その後の話だが、荷重と陽子、そして豊のような後ろ盾を失って、孤立してしまった司馬遊は、荷重が没してすぐに優秀兵と左遷され、司馬遊はその失意の中で没してしまう。こうして敵がいなくなった司馬遠は政務をおろそかにするようになっていった、とされているぜ。荷重はこうなることを恐れていたのかもしれないわね。それじゃあ最初の項目、天下の統一、について触れていこう。時は259年、後の慶帝、司馬衷、は誕生したとされている。父は後に天下を統一し、聖秦王朝を築くことになる武帝、司馬遠。司馬衷はそんな司馬遠の地位を継ぐ者として、姓を受けたぜ。さてこの当時の天下の情勢だが、中華は3つの国家に分裂して、互いに争い合っていた。その時代を、三国志、と呼んだりするな。天下最大の勢力にして、司馬遠が仕えていた、魏。西方の益州を有する、蜀漢。長江以南に勢力を有する、孫悟、の三つだ。259年となると、もう諸葛亮もいない、三国時代の末期よね。次第に天下が一つに集約されていく、その途上の時代っていう。そうだな。まず魏王朝だが、司馬衷や司馬遠が属している一門、司馬一族の権勢はすでに絶大なものとなっており、司馬衷の祖父。司馬衷は主君である魏帝、総合、を推察しても地位が揺るがず、変わらず国政の全権を担っていた。それほどまでに圧倒的だった。そして蜀漢は度重なる戦役で国力が疲弊し、孫悟は内乱が相次ぎ自滅の道を進んでいるという情勢。そして最大勢力の魏もまた、司馬一族の台頭により皇帝の実権は失墜していた。そんな中だ。263年に司馬衷の指揮により蜀漢が滅亡。三国志は終結したぜ。英雄、諸葛亮、の死後から、
最小勢力だった蜀漢は疲弊し衰退。こうして司馬昭は天下統一に王手をかける大業を成し遂げたと。その大業によって司馬昭の成功は極みに達し、秦王、へと昇進。265年に司馬昭が没すると、嫡男の司馬炎が秦王を継いで、義王朝に禅譲を迫ったぜ。こうして蜀漢に続いて義王朝も滅び、成秦王朝が建国された。司馬衷が大使となったのはその2年後だ。その後、成秦王朝は領州一帯で発生した特発樹機能の乱の対応に追われながら、新政権の構築に奔走するなど多忙であった。また内乱が相次いでいながらも、孫悟は名将、陸光によって国防が保たれており、一気に攻め滅ぼすのもまた難しかったぜ。三国志最後の一国は風前の灯火を懸命に燃やしていたってわけね。でもそれも秦王朝の内側が固まれば、もはや意味をなさない。そうだな。そして内側の政権もしっかりと固めて、西方の反乱もうまいこと鎮圧すると、司馬炎はついに孫悟の征伐に動き出した。もうすでにこの時、名将、陸光はなく、孫悟は全ての戦線で敗れ、降伏に至った。時は280年、こうして天下は統一されたぜ。司馬衷が帝位に上るのは、天下の統一から10年後のことだった。天下を統一した武帝、司馬炎は、息子の器量を危ぶんだのか。補佐となる外戚や皇族などに大きな実権を与えて、包囲したんだ。この親心こそ司馬衷にとって悲劇の始まりだったのかもしれない。偉大な父が危惧するほど、息子、司馬衷は器量に乏しかったと。王朝を支えるべき二代目の皇帝は、どんな人だったのかしら。というわけで次は、アングナ大使の項目へと話を移していこう。武帝、司馬炎の息子として後継者の座に就いた司馬衷だったが、皇太子の座も安泰だったかというと、またこれも違うんだ。というのも司馬衷は、皇帝の任を担うには器量が乏しかったぜ。軍心の多くも司馬衷には才能がないと見切りをつけている状況で、素質は猛昧、性格は暗愚。不作で天下の民が飢えていると聞くと、じゃあ肉粥を食えばええのに、という、どこぞのフランス王ひばりの非常識発言をした、というエピソードも残ってるほどだぜ。王朝の二代目君主って、国家の基盤を固める大事な仕事があるわけだから、確かに司馬衷の素質は不安しか残らないわよね。そんな中、司馬衷の叔父で、司馬炎の実弟に司馬遊という人物がいた。彼は英明と評判で、軍心からの支持も厚かったんだ。こうして衆目は司馬遊を後継に推したんだが、司馬炎としては、やはり息子に継がせたいという思いもあっただろうと思うぜ。孫悟征伐が遅れたのは、軍心たちが司馬遊を総大将に推挙する声が大きかったから、というのもあるだろう。司馬炎はこの声を、司馬衷の地位を固めるために、どうにかして抑え込みたかった。だから時間をかけて司馬遊を支持する声を徐々に削っていったぜ。こうして司馬遊ははしごを外され、後継者レースから脱落したと。司馬衷は暗愚がゆえに、手厚く庇護されていたってわけなのね。また司馬衷の正妻だった、河南風は暴虐の際に秀でた女傑で、陰ながら司馬衷をサポートし、後継者レースで暗躍していたんだ。例えば司馬衷が本当に皇帝を担えるのかどうか、司馬炎は試験を出したんだが、河南風がその答案をこっそりと用意したんだぜ。その答案は9大点ギリギリの完成度で、不出来な司馬衷らしい内容となっており、司馬炎はそれを見て疑うことなく喜び、軍心らも司馬衷を引きずり下ろす口実を見出せなかったんだ。こうした周囲のサポートもあり、司馬衷は皇太子の座を守ったぜ。司馬衷自身がどうというより、司馬衷が帝位についた方が都合がいいと思っている人々によって押し上げられたってわけね。他にはまあ、司馬一族というのは代々儒学者を輩出してきた学者の一門だ。そして政権の中核を担うのも学者の名門出身者で、精神は厳格な儒学を国家基盤に置いた政権であったとされる。だからこそ儒学にある嫡男相続にこだわったのだろうぜ。いかんに器量が乏しくとも、司馬衷は嫡男だ。ここで器量が乏しいという理由で配列すれば、嫡男以外も帝位を継承できる、という、危うい前例を作ってしまいかねない。だからこそ司馬炎は、司馬衷に帝位を継承させることに執着したんだろうと思うぜ。二代目から早速、原則を覆すというのは確かに危ういかも。いろいろと難しい状況にあったというわけだったのね。
とはいえ芝忠が暗愚というのは、親である芝縁も認めざるを得ない。このままでは皇帝の責務は果たせないと危ぶまれたんだ。こうして芝縁が考えたのが、芝忠を補佐する人間たちに大きな実権を預けることで、国政を管轄させようということだったぜ。例えば、皇后や皇太后の一族である外戚、や、皇帝と同じ地を引く皇族、など、血筋的に近しい官僚たちに権限を与えることで、暗愚な皇帝を補佐してもらおうと考えたぜ。秦の前身にあたる魏は、皇族を冷遇したため芝一族に滅ぼされた経緯もあるしな。確か皇族には政治的な発言権に加えて、軍権も与えてたのよね。事情があったとはいえ、ちょっといびつな形なんじゃないかしら。そうだな。そのいびつさが原因となり、後の八王の乱に繋がっていくわけなんだけど、とりあえずその話はまた後にしよう。ここでは芝忠は器量に乏しく、それを心配されていた、という話だけを覚えていてくれれば OK ということにするぞ。まとめると、芝忠は器量に乏しい。精神王朝は喪失と外戚の力が強い。あと高位の官僚は名門出身者が多いって感じかしらね。それじゃあ次は、外戚の戦王、について話を移していこうか。精神王朝の偉大なる建国者、芝縁が崩御し、芝忠が即位した。この時、芝忠は元皇后であり義母である、養子、を皇太后に、自らの正妻であるか南風を皇后に定めた、とされているぜ。また、皇太后、養子の父親である太傅、楊俊、が軍神の筆頭格として国政を握った。外戚である楊俊一派の牽制は非常に強く、芝忠は30歳の成人した皇帝であるにもかかわらず、自由に巫女の利を出すことすら難しく、楊俊の顔色を伺わないといけなかったぜ。国政において大きな功もないまま帝位に即位しちゃってるから、成人済みといえど、自由に政治を動かすことができなかったのね。芝縁は過保護だった。確かに芝忠は器量に乏しかっただろう。しかし結局、帝位を継がせるならそれなりの実績も必要だった。その機会すら与えなかったんだ。注目はすでに芝忠を軽んじ、誰が芝忠に代わって国政を握るのか、ばかりを考えていた。そんな中で、芝忠を蚊帳の外に置いておきていた政争があった。それが皇太后一族である楊氏と、皇后一族である嘉氏の対立だぜ。これは外戚と外戚が争っている構図だし、楊俊とか南風の対立と見てもいいだろうな。今後はこうした対立が頻繁に発生するぞ。本当に芝忠の主権というか、そういうのはもうすでにないのね。皇帝は人ではなく生贄だ、というのをよく表してる感じがするわ。楊俊は強権的な振る舞いが多く、政権運営もうまくいっておらず、周囲から不満の声が上がっていた。嘉南風はそこに目をつけて、皇族の長老格である女南王楊と、強い軍権を握る曹魏を味方に引き入れて、楊俊一派に対してクーデターを実行したんだ。このクーデターによって楊俊一派は捕縛された後、一族もろとも処刑されてしまい、皇太后、楊氏すら庶民兵と降格され、幽閉された。楊俊の甥の断行は、楊俊には男子がなく謀反を起こす理由もない、と訴えたとされるが、芝忠は沈黙するしかなかったんだとか。確かに多少強権的ではあれど、一族を誅殺するほどの大罪人かと言われれば、違うわよね。でも、芝忠は何も言えなかったと。芝忠は昔から、我が強く暴虐の際に溢れるか南風を恐れており、自ら近づくこともなかったとか。おそらく今回の件も、嘉南風が裏で手を引いているのが明らかだからこそ、下手に楊俊をかばうことができなかったんだろうな、なんて思ったりするぜ。こうして楊俊一派を排除した嘉南風だが、今度は味方であった女南王楊に罪をかぶせて、曹魏に捕縛を命じたとされている。曹魏が女南王楊を誅殺すると、今度は曹魏に罪をかぶせ、曹魏も処刑。こうして嘉南風は完全に政権を掌握したんだ。ここまで暴虐に秀でていると、確かに恐ろしく感じるわね。そりゃあ芝忠も、何も言えなくなっちゃうわよ。嘉南風は自分が恐れられていることが分かっていたからこそ、無理やり都合のいいように、芝忠に巫女の利を作らせていたとされ。場合によっては勝手に自分で書いていたとまでされているぜ。こうなるともはや、芝忠はお飾りに甘んじるしかなかったぞ。ただ政権を握った後、嘉南風は好き放題に振る舞っていたんだが、国政に口を出すことはなく、迷信、長家、らに運営を委ねていた。
それによって混乱を極めていた政情は安定し、国政は順調に運営されることになるなど、全体的に意外とうまくいっていたぜ。芝中には気の毒だけど、国家全体を考えればこれでよかったと。確かにか南風一強の情勢だし、安定はしていたのかもねー。しかし、か南風は大きな過ちを犯した。それが、皇太子殺害、だ。当時の皇太子、芝逸、は芝中と側室の間に生まれた長男で、正室であるか南風には男子がいなかった。これではか南風の次世代での権勢が衰えてしまうのは明白であったわけだな。それを危惧したか南風は、得意の謀略で芝逸に反逆罪を突きつけて、皇太子の座から引きずり下ろしてしまったんだぜ。しかしこれは明らかに無理やりな冤罪であり、大衆のか南風への不満は高まるぜ。か南風はそこで焦り、芝逸を暗殺したんだ。これに関してはもう、芝中には何の得もない話だしね。か南風の戦王が露骨に表に出てきてしまったって感じがするわ。この返事に対して立ち上がったのが張王林であり、彼は私兵を率いてか南風の一派を捕縛し、殺害。皇后であったか南風ですら、庶民兵と降格されたぜ。しかし皇族と反映、張王林は臣下だ。一臣下が皇后を廃するというのは、普通はありえない話だった。しかも張王林は御事の利を偽造していたし、芝中はそれに対して強く抗議することもできずに、ただただ黙ってうなずくしかなかった。いかに皇帝の権威が無視されていたのかがよくわかる話だよな。その後、か南風は幽閉されて、自害へと追い込まれてしまったぜ。本当の意味で、お飾り、に近い状態になってたのね、芝中って。か南風にも御事の利を勝手に作られて、今度は一臣下にも偽造されて。そうだな。張王林が御事の利によって皇后を捕らえに来たと言った際、御事の利は私によって出されるものだ、とか南風が言っているほどだ。こうなってしまうともう、皇帝なんて有名無実の存在だろう。新王朝の衰退は誰の目から見ても明らかだっただろうと思うぜ。か南風は最後に皇帝以外の意向で皇后が廃されれば、次に廃されるのは皇帝ですよ。と芝中に警告したとされている。その後、張王林は国政を安定させていた名臣たちも、か南風の協力者ということで処刑し、完全な独裁政権を築いてしまったぜ。こう考えると、皇帝に忠誠を誓う有力者、が本当にいなかったのでしょうね。だからこそ芝中は、沈黙するしかなかった。というわけで次は、帝位の三奪、の項目へと話を移していこう。政権を一気に奪取した張王林は、その後も好きに御事の利を偽造して、自分の異様に国政を動かしたぞ。御事の利が偽造されているのでは、と疑うような官僚はすぐに処刑し、恐怖政治を敢行したわけだ。その後、張王林は自中の任に、大都督、特注外所軍事、小国、支持説の官職を加えて、圧倒的な実権を握ることになったぜ。もはやこうなると芝中なんて無視されているも同然だったし、張王林は文武百官を騒乱し、皇帝のごとく振る舞っていたんだ。今までの中でも、飛び抜けてヤバそうな状況になってるわね。まるで五官王朝を牛耳っていた、董卓、のような暴君じゃない？まあ、そう見えるだろうな。ただ皆が皆、暴君に屈していたわけではない。淮南王院は張王林の暴政に不満を脱去兵。クーデターを敢行したんだけど、あのか南風を倒した張王林は強く、淮南王院の部隊は間もなくして鎮圧されてしまったぜ。その後、か南風の敗立で皇后の位が空席となっていたので、張王林の知恵袋とも言える亡臣、孫秀、の外孫であった女性、楊堅楊、が皇后に立てられたぜ。さらに芝中は張王林に対し、淮南王院の鎮圧の功に報えるべく、給釈、を貸したとか。給釈といえば、皇帝しか持つことを許されない持ち物で、それの貸しは、帝位を譲るための準備儀式と同じ意味じゃない。そうだな。ここで張王林は、帝位への野心を明らかにしたと見てもいいだろう。そしてわずかその数ヶ月後、張王林はついに、帝位の三奪に動き始め、芝中は張王林の一派に促されるまま前上の手続きを行い、張王林に帝位を譲ってしまったとされる。時は301年のこと、張王林は帝位につき、芝中は太上皇という地位に祭り上げられて、永昌宮という城に監禁されたぜ。
考えてみれば、要件要はわずか数ヶ月間の攻防ということになり、かわいそうというか、なんとも数奇な運命をたどってるって感じだよな。ついに有名無実の皇帝が、その地位も奪われてしまったわけね。この時の芝中の心情は、どのようなものだったのかしら。こればっかりは芝中にしかわからない感情があっただろうな。ここまで見てみてもわかるが、すべて芝中の預かり知らない清掃だ。皇帝なのに、何もできない。皇帝とは、一体何だったのか。暗愚だと周囲に見放されていることに、何を感じていたのか。さて、こうして帝位に上った張王林は、自らの支持者や身内に、大盤振る舞いの褒章を与え、国庫を空にするほどの散財を行い、元皇太子、芝逸の息子の皇太孫、芝蔵、を殺害するなど、暴落が過ぎていた。ここで各地の将王たちが激怒してしまうぜ。ついに朝廷内での政権争いじゃなく、中華全土を巻き込むほどの大混乱へと発展していくわけね。もうこんなの乱世と同じじゃん。まさしく、反董卓連合、ならぬ、反芝林連合、が発足したんだ。中でも巨匠の精鋭部隊を握る西王系は、張王林に強く反発。連合の中核として精力的に動き、奇襲の軍勢を握る西東英、長安の軍勢を握る華漢王業を味方に引き入れることに成功。地方軍の中でも特に強力な3人の王の離反に張王林は驚き、慌てて鎮圧軍を各地に差し向けて、一時的に戦線を前に進めたが、次第に押し返されて膠着。こうなると朝廷の内部で張王林への不安が高まり、孫秀が処刑、張王林は捕縛されてしまったぜ。さすがにやりすぎちゃったわけね。でもなんだかどんどんと、解決のための武力行使の規模が大きくなっていってるよね。その後、軍神らは芝中を迎えに行き、全員が額を地にこすりつけ謝罪したが、芝中は君たちの過失ではない、として許したとか。その後は自らの不徳を恥じながら、三王をはじめとした後進たちを称え、感謝を示したぜ。こうして芝中は、皇帝に復帰したわけだな。その後は、張王林は死を賜り、その一派は誅殺されたぞ。そして国政の立て直しを中心的に取り行ったのが、西王、系だ。張王林の打倒での最たる功労者だしな。西王、系派、大芝の任を与えられ、国政の指揮を委ねられることになったとされるぜ。一時は帝位が散奪されるほどまで、国家の権威がズタズタにされてる中で、どのように立て直しを図っていくつもりかしら。基本的に西王、系は、かつての敵であっても有能だと認めれば積極的に登用し、国政を安定に導こうと尽力していたとされるぜ。しかし一つだけ悪手を犯した。それが権力の集中だ。この混乱を鎮めるには必要な手段だが、それをすれば将王に疎まれるわけだ。特に奇襲軍を担う政党営の増強を、西王、系派危惧していた。直系男子のいなくなった芝中の後継者候補として、弟でもあり、有力な王ということで筆頭に上がっていた政党営だったが、西王、系はそれを認めず、他の候補を推挙してしまったんだぜ。ということはやっぱり、またもや戦乱が起こってしまうのね。もはやこうなると、清掃に終わりが見えなくなってくるわ。それじゃあ次は、安君と英雄、について話を移していこうか。皇太子、皇太孫が耐えてしまった芝中。これに対し西王系は、芝中の弟にして、衆目に推挙されている政党英ではなく、芝中の甥にして年少の成果応援を後継に据えることとしたぜ。もちろん、これに政党英は不満を覚え、自身の権力強化を図る西王、系との関係に、亀裂が入ることになってしまったわけだ。おまけに西王、系は次第に腐食にふけり、政務も独断で決裁を行うことが増えてきたとされており、人心も離れていったのだとか。混乱を鎮めるための権力集中は、まあ、必要なことだけど、周囲がそれを許さなかったと。つくづく不便な体制よね。こうして西王、系と政党営の対立が深刻な状態になったとき、先に仕掛けたのは政党営であった。どうにかして西王、系を、攻め滅ぼす大義名分が欲しいと感じた政党営は、都に身を置いている調査王外が、西王、系を攻撃するように仕向けたぜ。政党営は芝縁の19男、調査王外は芝縁の17男で、年齢も近く、かつては人気も近かったために関係も深かった。
故に政党A は、少数の兵力しか持たない調査王外に西欧、K を攻撃させ、返り討ちされた際に動こうと考えたわけだ。関係の近しい調査王外が撃たれれば、政党A が軍を挙げて西欧、K を攻める口実になると。またまた芝中は蚊帳の外、ね。だが、注目はこの調査王外の起用を見誤っていた。この所領の王朝でただ一人の英傑と言ってもいい、それが調査王外だった。各地の有力な将が連名で西欧、K の弾劾を訴えたことで、ついに戦端が開かれ、都にいた調査王外は直ちに行動に移るぜ。100名ばかりの士兵しか持たなかった調査王外だが、真っ先に皇帝、芝中を保護すると、西欧、K の幕府に猛攻撃を加えて、三日三晩の激闘の末に、単独で西欧、K の中殺に成功したんだぜ。これは誰も想像していない結果で、唖然とするしかなかったぞ。新たな英雄の誕生にふさわしい大戦果って感じがするわね。打算ばかりの有力将とは違う、という希望が見えるかも。そうだな。基本的にこの時の将の考えは、自分が暗愚な皇帝に代わって国政を牽引する、というものであったとされているが、調査王外だけは違った。暗愚と見放された芝中を、兄として、皇帝として敬い、皇帝中心の新王朝に立ち返ろうと考えていたぜ。同じ芝の地を引く将らが自分本位の考えばかりで動くことが、調査王外は許せなかった。ここまで根っこから忠誠心に溢れた。進化のあるべき姿を貫いている人物は、まあ珍しかったと思うぜ。そしてこの調査王外の出現で、芝中も変わり始めていくんだ。将と調査王外の間には、決定的な価値観の違いみたいなものがあったんでしょうね。まだまだ波乱は続きそうかも。冒頭でも話したが、芝中の祖父である芝将は、自らの主君である義弟、宗謀の殺害に至り、その罪を曖昧なものにしたぜ。新王朝の正当性を示すためにはこの行為を正当化する必要があり、そこで無道の君主は害を受けても仕方ない、と定めたのだとか。この原則に従うなら、芝中にとって変わろうとする張王林や正当英、そしてその他の将たちの思考は理解できるわけだ。逆に不徳の君主を懸命に支え、大いにいながら進化としての道を貫こうとする調査王外の方が珍しい存在だっただろうと思うぜ。そうなると芝中の境遇が、あまりにも過酷というか、どうしようもないくらいに八方塞がりじゃない？そうだな。だからこそ調査王外の出現は、芝中にとって奇跡のようなものだった。調査王外は芝中を皇帝として敬い、皇帝として礼を尽くし、中心にふさわしい振る舞いを続けたんだぜ。そして政党A との協調の路線も懸命に探していたとされる。しかし根元の考えが異なる将と調査王外の溝は埋まらずに、長安軍を握る加官王行は調査王外に刺客を差し向けたぞ。しかし調査王外はこれを見破り、逆に刺客を討ち取ったんだ。これを契機と加官王行は調査王外の討伐を上奏したぜ。もうここまで来ると、何が間違っているのかがわからないわ。多分だけどそもそもの根っこから、間違っていたんだろうね。落胆するにはまだ早いぜ。いつもであれば周囲の言う通りに、黙ってうなずくだけだった芝中は、暗君の皮を破り激高したとされ。加官王行こそ観客である。陳自ら六軍を率いて中殺戦、と高らかに宣言した、という痛快な逸話が残っていたりするんだ。ここで調査王外が撃たれれば、間違いなく芝中は終わりだぜ。ただ一人だけの、自分を皇帝として扱ってくれる有力者だからな。だからこそ芝中は初めて、沈黙を破り、自ら立ち上がった。そして調査王外も、そんな芝中と共に徹底抗戦を敢行したぞ。やっぱり芝中も暗愚のままで終わりたくないって思っていたのかしらね。いや、芝外がその縁を蘇らせた、と言うべきか。芝中は調査王外を、不都市、都督中外諸軍事、大都督として全軍の指揮権を預け、加官王行、政党英らと対峙した。朝廷軍は長安軍や紀州軍に比べ少数で、物資も乏しかったとされ、戦力差には開きがあった。しかし式では朝廷軍が勝っていたぜ。なぜなら皇帝自ら出陣を宣言し、戦場に出ているわけだ。敵軍は皇帝の率いる軍とは戦いたくないだろう。いかがな理由があろうと。皇帝に立てつくのは大罪だからな。しかも調査王外は英傑だ。将兵からの指示は絶大であり、命を惜しまず戦ったとされている。
覚醒した皇帝と、忠誠を尽くす英雄。胸が熱くなる展開だわ。新王朝の運命はまさに、ここで決まろうとしていたってわけね。長安軍の大将、長鳳、に対して、芝忠は自ら出陣して交戦し、一進一退の攻防を続けたが、次第に戦線を押し込まれてしまうぜ。その後、紀州軍もまた迫っていることを知り、今度は調査王外が芝忠を報じて前線に赴き、紀州軍を打ち破ることに成功。紀州軍は6、7万の大損害を受け、ほぼ再起不能の状態となった。するとすぐさま調査王外は、芝忠と共に西方の前線に戻り、長安軍と戦うとこれにも大勝。長安軍は5000人余りの損害を受け、兵士も夜中に逃げ出すほど士気が落ち込んでしまったとされるぜ。まさしく英雄にふさわしい活躍ぶりね。しかも暗愚と言われていた芝忠がここまで奮闘しているのもまた、胸が打たれるわね。朝廷軍は調査王外の指揮の下で勝利を積み重ね、兵力面でも物資面でも追い詰められていたが、将兵の指揮は一向に衰えず、離脱することもなかったとか、逆に紀州軍や長安軍は苦戦し、洛陽に迫っていた長安軍の大将、長鳳も撤退を考えていたぜ。だが、運命は残酷だった。この時朝廷内に東海王悦という人物がいて、彼は水も食料も枯渇している戦況に不安を抱き始め、戦況では優勢であったのだが、我慢の限界に達し、調査王外を捕縛して、敵との和睦のため幽閉してしまったとされているぜ。本当に残酷な話ね。あと少しのわずかな差で、取り返しがつかないほどに運命が大きく変わってしまったと、胸が痛くなるわ。幽閉された調査王外は次のように上奏した。もし私が死んで安寧が戻るならいいのです。しかし悪人にのみ利益をもたらして、陛下が益を得ることなく孤立し、国家が衰微することを恐れます。つまり調査王外は、最後まで国家に神明を捧げていたわけだ。もちろん、人望の厚い調査王外を救うべく、将兵が奪還に動こうとする可能性も高い。東海王悦は長安軍大将、長鳳と連絡を取り、長安軍はすぐさま調査王外の身柄を奪い、火炙りにしたとか、その調査王外の悲痛な叫びに敵の将兵も涙を流したとされるぜ。芝忠はここで、たった一つの希望を失ってしまったのね。絶望というのはまさに、こういう状況のことを言うのかしら。というわけで次は、未央の決戦、の項目へと話を移していこう。調査王外の死に関わった東海王悦だが、引退を申し出たとか、今までの経緯から見てもわかるが、有力で目立つ王は必ず争いに巻き込まれて、地獄を見ている。おそらくそれを恐れたのだろうな。しかし東海王悦の引退を、芝忠は決して認めなかったぜ。その理由は書かれていない。しかし経緯から推察するとすれば、自分だけが地獄から逃げようとするのは許さない、という、呪いにも似た感情が、芝忠にはあったのではないかと思うぞ。自分からたった一つの希望を奪ったのだから、その責任を果たす義務がある、みたいな感じかな。確かにこれは、呪い、かもね。その後、長安軍は洛陽で大いに略奪を働いて西方に帰還し、正統王の率いる紀州軍は洛陽へ入ると政権の改革に着手。少しでも正統王に反抗的な人間はことごとく処刑され、芝忠の近辺は正統王の息のかかったもので固められたぜ。また、正統王は上昇に任じられ、芝忠の皇太帝となったぞ。さらに下官王業は太宰、大都督、領収牧の官職を与えられ、東海王悦は首相書類として朝廷の官僚筆頭閣に抜擢されたとか、残る有力な将は、この3人に絞られることになったわけだな。芝忠が調査王外にどれだけ守られていたのかというのが、よくわかる悲惨なありさまになってしまっているわね。改革を終えた正統王も本拠地である行の城へと帰還し、皇帝、芝忠などもはや眼中にないと言わんばかりの振る舞いで、好き勝手に国政を管轄し、奢侈にふける生活を繰り返していたぜ。こうなると朝廷を管轄する東海王悦が不満を感じるわけだ。だってこの状態だともう芝忠だけではなく東海王悦ですらほとんど用済みの状態だし、朝廷の権威も日増しに落ちていたぞ。また、正統王妃の信望も明らかに失墜し始めていたとされ、今であれば勝てるのでは、と東海王悦は思ったのだろうな。結局、ライバルをすべて潰さないことには平穏は訪れないと、
東海大越もこの地獄に足を踏み入れることになったわけね。こうして東海大越は皇帝、芝忠を奉じて、正統王への討伐を掲げて出征を開始したぜ。やはり皇帝直々の出征のため、士気は高く、各地からも兵が集まり10万の兵力にまで膨らんだぜ。正統王は猛将、関長に5万の軍を与えてこれに対抗させたぞ。兵力差で言えば明らかな優勢。東海大越はその状況に油断をしてしまったとされ、関長からの奇襲を許してしまったんだ。体制が整う前の奇襲攻撃に朝廷軍は大混乱状態に陥り、皇帝の芝忠を守る兵も蹴散らされ、芝忠はそのまま捕獲されたんだ。皇帝が、捕まったの？そんなのもう、威厳もクソもないじゃん。新王朝の崩壊がこれで、天下に明らかになったってことね。奇襲を受けた際、本営の将兵や百官は散り散りの状態となったぞ。しかし一人、芝忠の神輿を身を挺して守ろうとした人物がいた。彼の名は、継承。侍中として常より皇帝に近似していた人で、その行動が示す通り、数少ない忠義の士であったとされている。関長の兵が継承を引きずり出したのを見て、芝忠は慌てて、彼は忠臣だ、殺してはならない。と声を荒げ、叫んだぜ。しかし兵士たちは、兵海外は殺してもいいと命令を受けている、と答えて、そのまま継承を矢で殺してしまったとされるぜ。ただの兵士ですら、皇帝の命令を聞こうとしなかったわけね。そしてまた一人、得難き無二の忠臣が命を落としてしまったと。こうして朝廷軍は壊滅。捕獲された芝忠は、そのまま行場に入り、完全に正統王の支配下に置かれることになったぞ。戦場で傷つき汚れてしまっていた芝忠の衣服を洗おうとした者がいたんだが、芝忠は、侍中の血を洗うな、と言ったぜ。帰り血を浴びるほど近くで継承の死を目の当たりにしたわけだ。芝忠は忠臣の死を痛み、血を拭き取るな、と言ったんだろうな。さてその後だが、都である洛陽は加官王業に制圧され、東海大越は放置である徐州東海国兵を血のびていったのだとか。こうして見てみると、芝忠は言われているほど暗愚な人物って感じはしないわね。忠臣が、あまりにも少なかっただけで。それじゃあ次は、戦乱の終結、について話を移していこうか。先の大敗で再起不能なまでに潰されてしまった東海大越だが、彼は有力な人脈を持っており、一種のカリスマ性もあったぜ。故にここからでも十分に逆転を図ることが可能だったと思われる。東海大越は有力かつ人望も厚い弟が多く、中でも優秀で影響を持っていた弟の東は、優秀と徳の王春と共に決起していたんだ。しかし、もはやどこも戦争を行うだけの兵も物資も不足していて、ボロボロになっていた。そこで各勢力は近畿の力に手を伸ばすぜ。それが、異民族だったと。強力な騎馬軍団を要する近畿の力。そのせいであの、五胡十六国時代、が、訪れてしまうのね。優秀軍は右岸族や戦費族を引き入れ、正統王の奇襲軍は、南郷土の部族を引き入れて、戦力を補充したとされている。また東海大越は徐州、遠州、西州一帯にまで影響力を拡大し、正統王は追い詰められ、南郷土からも見放されてしまうぜ。南郷土は優秀軍と戦うという名目で、正統王の元から離れて、戦線には赴かず勝手に自立。その国号を、官、と自称したぜ。戦力を南郷土に依存していた正統王はもはやなすすべがなく、兵化を伴って洛陽壁艦する、という名目で逃走したわけだ。この独立した南郷土による、官、が、後にこの精神王朝を滅亡に導くことになると、それにしてもここまでボロボロだったとはね。この時の芝忠の逃避行は、あまりにも悲惨であったとされるぜ。そもそも急いで逃げ出してきたから、備えも何もない状態だった。たまたま配下や宦官が持ち出してきたお金を皇帝がわざわざ借り、道中で食料を買い、芝忠は求人からぬかや塩豆を分けてもらった。買った米も粗悪なもので、皿もないから河原に持って食べたとか。また芝一族のふるさとでもある四州華大軍恩県に至った際のこと。芝忠は祖先の養母に参拝しようとしたが靴がなく、従者の靴を借りて拝礼をし、この悲惨な有様に皆が涙を流したとされるぜ。なんというか、五冠最後の皇帝である遊興が、東卓軍残党から逃れていく長安逃避行を彷彿とさせるような、悲惨な状況よね。
漢王朝は400年の末の悲劇だが、芝忠はまだ王朝の二代目だ。どれほど精神の体制が、歪であったのかがよくわかる結末だろう。さて、その逃避行の末、芝忠と征討委の一行は洛陽に帰還。この時洛陽を実行支配していたのは、長安軍の大将、長鋒だ。夏漢王業の抱える軍部の最たる将軍で、実力者でもある。局地戦では敗れていたとはいえ、あの調査王外を追い詰めて、討ち取るにまで至れたのは長鋒の軍事手腕あってのものだったし、ただ成り上がり者でもあるため、その性格はいささか粗暴でもあった。確か調査王外を排除した後、洛陽で好き勝手に略奪を働いていたわよね。そんな人の庇護下に入ってしまったと。あれほど優勢を誇っていた征討委も、洛陽に移ってからは影響力を完全に失い、ついには皇太帝からも廃されることとなった。その後、かつての董卓と同様、洛陽で東海王越の軍と戦うのは不利だと見た長鋒は、芝忠らを連れて長安へ移ることにしたぜ。この時芝忠は長安への移動を拒んだのだが、長鋒に無理やり神輿へ乗せられて、将兵らは勝手に高級へ入って略奪を働き、洛陽は何も残らない閑散としたありさまになってしまったとされるぜ。その後、ついに夏漢王業と東海王越の決戦が幕を開けた。八王の乱、残る箱の二人の王に絞られることになったと。でも、もはやここまで来ると芝忠の存在感も無に等しいわね。そうだな。芝忠自身に軍事力もなければ、忠誠を誓ってくれる有力な人物もいない。戦乱の多発で、力が全てとなった情勢で。何も持たない芝忠にはもはや皇帝という名前以外の価値はない。それは三国志における検定、遊興を思えばわかりやすいだろうぜ。こうして東海王越と決戦を行うことになった夏漢王業は、長安軍の本体を覇方将軍に与え、東海王越と対立関係にあった。予習し、遊興の支援に当たらせたぜ。遊興の軍はなかなかに手強く、東海王越の勢力は前進に難儀していた、とされているぜ。予習というと、かつての西欧、慶が根拠地としていた勢力圏ね。そう考えると確かに、軍勢が手強いというのも納得かも。とはいえ、河北と中原の大半を握っていた東海王越の勢いは強く、かつて征討委を追い詰めた優秀軍を本格的に動員すると、遊興軍は次第に押し込まれ、ついには敗走することになったんだ。この劣勢に夏漢王業は大いに焦り、和睦を望み出したぜ。しかし大将である長鋒は和睦など持ってのほかだと抗戦を主張。確かに戦巧者である長鋒がいればたやすく敗れることはないだろう。それでも夏漢王業の戦意はすでにくじけており、和睦のために長鋒を撃つべき、という参謀閣の意見を容認してしまったぜ。追い詰められていたからこその戦意って感じね。こんなの自分で自分の腕を切り落とすようなものじゃない？そうだな。夏漢王業は長鋒に書状を届けるという名目で騙し討ちにすると、その首を東海王越に送って和睦を求めたぜ。しかし東海王越は最大の難敵が消えたことを知り、攻勢を開始。長鋒を失った長安軍は一気に押し込まれ、大敗を喫したとされる。その後、夏漢王業や征討委は逃走し、芝忠はついに東海王越に奪還されることになり、洛陽へと帰還を果たしたぜ。後ほど、間もなく夏漢王業と征討委は討たれることになるため、ここに八王の乱は終結したと見てもいいだろうな。あまりにも長く、そして残酷な戦乱が、ようやく終結したのね。でももう、こうなると芝忠の役目も終わったも同じよね。それじゃあ最後の項目、暗愚の真相、へと話を移していこう。慶帝、芝忠が即位してから約15年、天下を巻き込んだ戦乱。八王の乱、は東海王越によって終結したぜ。洛陽に帰還した芝忠は、宮殿に戻り、涙を流して大病に敗越したとされる。東海王越はこの功績により、大夫に六将所持の任を加えられ、国政を管轄するようになったぜ。しかしこの戦乱の影響は大きく、王朝は衰退の中にあり、天下の各地で反乱や、異民族の侵攻が相次いでいるという、惨憺たるありさまとなっていたとされるぜ。中でも特に征討委から独立した南郷土の国家、漢の圧力はとても大きかったでしょうね。まだまだ戦乱は続いていく、と。ここから新王朝を立て直さないといけない。その矢先のことだ。
ある日のこと芝中は餅を食べた際、毒に当たって崩御したんだ。それが食中毒なのか、喉を詰まらせたのか、はたまた毒殺か。その真偽は定かではないが、芝中はあっけなく死んでしまうぜ。一説では、東海王悦が芝中を毒殺した、という話もある。これから王朝を立て直していこうとしていた東海王悦にとって、長く帝位を務める芝中よりも、幼少の皇太帝芝氏の方が、自身に権力を集中させるには都合が良かったわけだからな。地獄を乗り越えた末の結末がこれって、なんというかもう、救いようがないというか、芝中はどんな気持ちだったのかしら。救いがないと言われれば確かにそうだが、芝中が崩御してわずか10年ほどで、この精神王朝は南郷土の国家に滅ぼされるぜ。つまり本当の地獄を見る前に没した、という見方もできるわけだ。そう思えば、まだ少しは救いがあるようにも思えてこないか。呪いにも似た責任を押し付け、芝中は東海王悦の引退をやめ、そして結果的にその東海王悦が、八王の乱を収束に導いた。何か裏のドラマを邪推するなら、もう芝中に地獄を見せないため、抱えてきた重荷を下ろさせるため、毒殺に及んだのでは、なんてね。そのあたりの解釈は、もはや個人の妄想の域を出ない話だけれど、彼らの心中を本当の意味で推し量るのは、無理な話なのかもね。果たして芝中は本当に暗愚だったのかという論争もあるらしい。例えば調査王外の出現で見せた皇帝としての覚醒であったり、忠臣、継承の死で見せた皇帝としての器量であったり、ただの馬鹿皇帝ではなさそうな一面があったのもまた確かだぜ。まあ、暗愚だったからこそ、武帝、芝燕は過剰に芝中を保護して、外戚や皇族に多大な権限を与えたとも見れるわけだが、こういう体制になった以上、もはや芝中は暗愚であり続けなければならなかった。そう受け取ることもできてしまうだろう。少しでも自我を表に出せば、外戚や喪失の有力者から疎まれ、自身が危うくなる。皇帝としてそれだけは避ける必要があったと。皇帝の命は、王朝の命だ。国家を何としても守るなら、皇帝は命を大切にする必要がある。例えば張王林に帝位を奪われた際、芝中が名君らしく自我を貫けば、暗殺の浮き目にあっただろう。その後に張王林が倒されたら、誰が次の正当な後継者になるのか。それぞれの王が芝中の正当な後継者を担ぎ上げ、この戦乱はさらなる地獄に変化したかもしれない。故に、無害な暗愚を演じた。そう受け取ることもできるだろうが、そのあたりは個々人の解釈や妄想に委ねるものとするぜ。どうせ真相はわからないしな。ただ結果だけを見れば、この戦乱を裁けなかった芝中は、間違いなく暗君の側に立たないといけない、って感じかしらね。芝中が帝位につくと、政治判断は全て部下によって採決され、賄賂は横行し、高官は身内ばかりを推挙して、忠犬な臣は耐えた。皇帝なのに、皇帝らしいことは何もしなかった。できなかった。芝中はそういった生涯を歩んでしまった、というわけだな。暗愚ではあった。でも、自分の置かれている立場すら理解できないほど、馬鹿に離れなかった。残酷な話よね。それじゃあまずはじめに、今回の主題でもある芝悦という人物が、どういった立場にあって、どのような人物であったのかについて、ざっと解説していこうかなと思っているぜ。名前は芝悦、あだ名を元長。祖父は芝居の四男である芝木という人だ。この血筋が結構特徴的で、というのも新王朝の重職というか、主要な役職につける皇族って芝居芝生芝縁の流れを組むような、いわゆる直系の皇族だけだった。しかし芝悦はその例外として、新王朝の中枢に関わるような役職を得る立場となっているんだぜ。芝家の繁栄の始祖とでも言うべき三国志の大物である芝居の影響がここまで続いてるってのは、歴史を知るとワクワクする話ね。そんな芝悦だが模範的と評判の皇族だった。というのも、芝悦は幼い頃より質素倹約を常として生活し、その性格も謙虚。その人間性を人々から称賛され、皇族の中でも第一の人士であると評判になり、その評判によって重職を任されるようになったんだ。そして任された重職が芝悦の補佐であったぜ。芝悦とは、
新王朝の初代皇帝、司馬遠が溺愛したとされる才能高き孫であり、二代目の皇帝、司馬衷の長男である皇太子だ。司馬越はその将来有望な皇太子の教育係を務めることになったとされているぞ。なるほど。時代の皇帝の教育係なんて、相当な重任じゃない？こうしてみると、早い時期から結構目立つような存在だったのね。詳しい話はわからないんだけど、やはり実力もあったんだろうな。ちなみに司馬越と同様に、分家ながらも重用された皇族はまだいて。中でも特筆すべきは、司馬行、だ。彼はまた後ほどたくさん名前が出てくるだろうから、詳しい話はまたちょっと後に触れていくぜ。この司馬行は、司馬懿の弟である司馬府の孫という立場で、始祖である司馬懿から派生した家でもないというのが珍しいんだよな。司馬行も若い頃から評判であり、武帝司馬遠から諸国の模範であると称賛されるほどの皇族で、地方の要衝の守備を歴任したぜ。八王の乱の中で、分家として名を挙げたのが、この司馬越と司馬行だったと。ここからこの二人に注目していこうかな。さてさて話を戻そう。司馬越が皇太子司馬越の教育係として就任した頃というのは、慶帝司馬衷が即位して間もない時期だった。この時の国政は、皇太后の父である外戚楊春が権力を独占しており、それを心よく思わない皇后か南風が、将を束ねて政変を起こしたぜ。このクーデターに司馬越も加わっており、楊春一派の討伐に功績があったということで派手に昇進し、東海王に報じられたんだ。まだ司馬越の父、光密王司馬体は存命だったが、それを継がずに別れて王に即位するというのは、なかなかに珍しい事例でもあったとか。お、ここでついに、東海王に上ったわけね。しかし司馬遠が崩御して間もない時期に政変が起きるなんて、なんとも不穏な幕開けよねー。楊春が倒れ、皇后か南風の一派が政権を掌握。ここから10年ほど、国政は落ち着き平和を取り戻すんだけど、終わりはやはり訪れる。その発端が、司馬越が補佐していたあの皇太子司馬越と、皇后か南風の対立であり、なんと司馬越は殺害されてしまうぜ。司馬越はか南風の一族の戦王を苦々しく思っており、か南風はその恨みに気づいていた。司馬越はか南風の実子ではなかったために、彼が後を継ぐとまずいと感じ、無理やり排除に動いたとされているぜ。この事件を皮切りに、さらに新王朝は混乱に巻き込まれていくぞ。ずっと補佐を担当していた、生涯の主君とも言うべき存在が、よくわからないごたごたの中で倒れたと。これはショックよね。それじゃあ次の項目、裏切りの男、に話を移していこうと思うぜ。皇太子司馬越は、皇后か南風に疎まれて殺害されてしまった。その時に立ち上がったのは、都にて軍権を握っていた長王司馬林で、皇太子に近しかった司馬越は、その長王林に協力したと思われる。こうして司馬林は一気にか南風の一派を捕らえ、ことごとく処刑した。司馬越は長王司馬林に協力したということで昇進することになり、最終的には最高官位である三公の一つ、司空に就任。また国政の最小格とも言える、中書官の役職も兼任することになっているぜ。国政の中枢に携わるような立場になっていったというわけね。こうなるともう、将の中でも特に目立つ立場じゃないかしら。確かに役職だけを見ればそうなんだけど、ここから司馬越の実績がぱったりと歴史から消えている。本当に何をしているのかわからない。国政の中枢に座っているのに、ほぼ空気のような存在になっているぜ。しかしここから新王朝の情勢は、目まぐるしく変化していくぞ。まず、強権を手にした長王林は帝位を散奪して、皇帝に即位した。これに各地の将が奮撃し、反司馬林連合が組まれ、戦争が勃発。長王林はこの戦役に敗れて死去。そして連合軍の発足人であった西王司馬慶が最小職を担い、国政をまとめていくことになるぜ。こういった一連の騒動でも、司馬越の名前は一切出てこないと。なんというか、皇太子が倒れて、心が折れちゃったのかも、なんて。その後、西王系もまた強権的になりつつあったため、各地の将がこれに反発。特に有力な政党王司馬懿と、下官王司馬行は、都にいた調査王司馬外に蜂起を促し、調査王外は人々の予想を裏切って、少数の兵で西王系の勢力を打ち滅ぼしてしまったぜ。これが気に食わない政党王 A と、下官王行は、
調査王外の討伐を宣言。しかしここで、沈黙を続けてきた警帝芝忠が立ち、忠義の臣下である調査王外を指示、自ら進んで戦場に立ち、強力な二王の軍勢を撃退するという、激圧展開になったとされているぜ。いよいよここで、芝悦と並ぶもう一人の大物、芝行の登場ね。でもまだまだ芝悦の名前は出てこないと。不思議な状況よね。戦いは調査王外の勝利が続いた。しかし勢力が圧倒的に劣っていることもあり、水や兵糧を断たれ苦境へと陥ってしまったわけだぜ。それでも調査王外は勝利を重ねる。その英雄的な活躍に人々は熱狂的になり、二王の軍勢を撃退する目前という戦況になったぞ。ここで動いたのが、東海王芝悦だ。水と兵糧を断たれている中、芝悦は苦境に耐えることができず、調査王外を裏切って捕獲し、敵軍を城に招き寄せてしまったんだぜ。これによって調査王外は処刑され、政党営と加冠王業が国政を掌握したのだとか。これなんだよねー。芝悦は、ここの印象が悪すぎるというか、英雄を背後から襲った、っていう見え方をしちゃうからな。多分だけど、芝悦もそういった自覚はあったんだろうな。加えて、目立つと滅ぶ、といった情勢であることも理解していた。ここで芝悦は病を理由に、警帝に自身の引退を願い出たんだとか。しかし警帝はそれを許さず、首相書令、という要職を与えているぜ。警帝にとって調査王外は唯一の希望であった。しかし、芝悦がその希望を奪った。それなのに芝悦だけが基地から逃れようとする。完全に個人的なイメージだが、警帝はそんな思いで芝悦の引退を許さず、共に地獄を歩むよう呪いをかけたのでは、と思ってしまうぜ。確かにこの八王の乱、という地獄、を生きていくのなら、この引退の拒否は一種のまじない、であるかのように思えてくるね。というわけで次の項目、大敗と再起、に話を移していこうと思うぜ。調査王外に代わって、都である洛陽の統括を担った芝悦だったが、国政の実権のほとんどは紀州の行場にいる政党営が握り、警帝芝忠と東海王芝悦はお飾りの状態になってしまったぞ。戦乱に首を突っ込んだ以上、もう後には引けなかった芝悦はここで、皇帝を伴って大規模な新政を刊行した。政党運営の討伐に動いたぜ。調査王外との戦役で軍部に大きな傷が残っていた政党運営に対し、芝悦軍は皇帝を伴っているため、各地から兵士が集まり始めたとか。各軍がこんなボロボロの状態になっているのに、戦役が続くって、どう考えても愚策なんだけど、これをやめる術もないのよねー。こうして兵数、士気ともに優勢な状態で出征を行ったわけなんだが、ここにおごりが生じた。政党運営の軍勢は進軍中の芝悦軍に対し、意表をつく奇襲を敢行。これに全く対応できなかった芝悦軍は散り散りとなり、なんと警帝は政党運営の軍に捕獲されてしまうぜ。そして芝悦はボロボロの状態で逃走し、自分の管轄下の領地である徐州東海国へと落ち延びたぞ。しかし徐州の統括を預かっていた、東平王芝坊が受け入れを拒否。一応、東海国には入れたんだけど、敗軍の将として肩身の狭い立場となっていた、という感じだな。まあ、どう見たって大敗北だもんね。勝利した政党運営から睨まれないように、受け入れを渋るのもわからなくはないかも。また芝悦が洛陽を離れた隙に、加冠王業の軍勢が洛陽に侵攻。ここを攻め落としたため、芝悦は本当に勢力を丸々失ったわけだ。どうしたってもう逆転の目はない。誰が見てもそう思っただろう。しかし芝悦にはまだ、不思議な聖望と運が残っていたぜ。これほど古典版にやられた芝悦に、味方する勢力が現れたんだ。芝悦の弟たちの東栄公芝党、光密王芝役、平昌公芝も、そして都督優秀所軍事王春などが主な協力者と言ってもいいだろう。特に王春の軍勢は強勢であり、政党運営の軍勢をボコボコにしたぜ。王春の任地である優秀といえば、北端の辺境であり、戦乱の色濃い地域。だからこそ彼の抱える兵もまた、強勢であったというわけね。そういうことだ。王春は右岸族をはじめとした騎馬民族とも協力し、強力な兵士をあまた抱えていた。政党運営も南郷土と結んではいたが、彼らが援軍に駆けつけるための道を、東栄高等が塞いでいたため援軍が間に合わず、政党運営は皇帝を抱えて洛陽へと逃走したぜ。
こうした協力者の援護もあり、芝越は敗軍の将から一転して、華北と中原一帯に勢力を広げる天下最大の実力者へと上り詰めたぞ。そして征討を終えだが、彼は基盤とする勢力を失ったため、もはや有力な王としてみなされず、その実権を丸々失ってしまったんだ。洛陽に逃れたっていうことは、加冠王業に保護してもらう形になったということよね。つまりここから、最終決戦になるのか。加冠王業か、東海大芝越か。確かにここから最終決戦に移っていくわけなんだが、正直、芝越の勢力が明らかに優勢だった。しかし、加冠王業の配下には筆頭将軍張豊がいたぜ。彼は叩き上げの猛将で、あの調査王外を追い詰めた戦功者だな。芝越が調査王外を裏切った時、連絡を取った敵将というのも、この張豊だった。故に芝越も張豊を大いに警戒していただろうぜ。まず、洛陽を占拠していた張豊は、逃れてきた征討王と警弟芝忠を連れ、洛陽で略奪を行った後、長安へ帰還するぞ。とにかく洛陽は守りにくい土地だっていうしね。三国志でも、あの有名な、董卓が洛陽を捨てて長安を都にしてるくらいだし。それじゃあ次の項目、戦乱を制す、へと話を移していこうかな。芝越は攻勢を強め、警弟芝忠の奪還を目指して西へ進行した。ただこの時、予定外の敵が現れた。それが予習氏の遊興だぜ。彼は芝越に、急に領地替えを命じられて反発した人物だったぞ。芝越は加冠王業を討つために急ぎすぎたのか、この人事を党の本人である遊興に相談せず、急に領地替えを命令したもんだから。まあ、さすがに怒るよねって話だな。こうして加冠王業と遊興が手を組んで、芝越の進行に対抗していく、という構図になったぜ。まあ、混乱の時代だから色々と不手際が生じるのはわかるけど、でもこれをちゃんとしてれば、いくらか犠牲は減らせたでしょうね。そうだな。芝越は遊興討伐のために軍勢を派遣しているんだけど、この軍勢は遊興によって撃退され、低体打撃をかぶっているぞ。このように遊興はなかなかに手強い人物であり、確かに事前の調整をうまくやれていれば犠牲を少なく収めることはできただろうと思うぜ。とはいえ、芝越は勢いに乗っていた。この敗戦を受けて芝越は、かつて征討王をボコボコにした都督優秀所軍事王春を呼び、彼の5000の精鋭部隊を後援として派遣。この援護もあり、遊興討伐の軍勢は勢いを盛り返して、ついに遊興の勢力を壊滅させたんだぜ。となると残る派もはや加冠王業の軍勢のみ、ということか。ようやく長い泥沼の戦乱も、終わりが見えてきたって感じね。ただこの時の加冠王業はすでに心が折れており、どうにか芝越と和睦できないか、という道を模索していたとされているぞ。しかしこれに軍部筆頭の張豊が反対。叩き上げの軍人なだけあって、戦乱時の和睦なんて信用に値しないと実感していたのだろうぜ。とはいえもう加冠王業に戦意がない以上、どうあがいても張豊に勝ち目はなかった。加冠王業はなんとか和睦に進めるため、攻戦派の急戦法でもあり、芝越軍を阻む役割を担っていた張豊を騙し討ちにして、その首級を持って和睦を芝越に願い出たぜ。自分を守ってくれる盾にして矛である張豊将軍を、自らで殺めたと。こうなってしまうともう、和睦すらする必要がなくなったわね。そうだな。張豊が死んだと知ると、芝越軍は先を争って函谷関に殺到して、これを陥落させたぜ。加冠王業は過ちに気づいたが、時すでに遅し、加冠王業は戦火を恐れて長安から逃走し、芝越軍は長安を占拠、警弟芝忠の奪還に成功したんだ。その後、加冠王業は再び軍を起こして一時的に長安を奪還するも、まあ、ここから巻き返せるだけの余力はなく、後に誅殺されるぞ。そして征討王も、逃走に逃走を重ねた末に捕獲されてしまい、声望が高かったため民衆から惜しまれながら処刑されたとされるぜ。本当に、八王の乱の唯一の勝者となったわけね。芝越は、でも本当に大変なのは、ここからどう国を立て直すか、よ。まず大前提として、新王朝という国家がそもそも三国志という、およそ100年もの間も続いた戦乱と飢饉の時代の後に成立した政権だぜ。故に新王朝はそのダメージを回復させなければならなかったわけだが、それをせずに内側で八王の乱という戦争を繰り広げてしまった。
司馬越がその戦乱を収束させたわけだが、天下は反乱が相次いでいて、すでに異民族の略奪や独立が活発になっているという情勢となっていた。その中でも特に驚異的であったのが、南郷土によって成立した漢という勢力だぜ。かつて、政党営に味方してた勢力だな。以前、その漢の創始者である、ゆえんを解説で取り上げたわよね。ということはまだまだ戦乱がやむ気配ではなかった、というわけか。慶帝を奪還した司馬越は、大夫、六尚書に昇進し、堂々たる国政のトップたる地位に就任。ただ、その慶帝司馬衷がここで崩御したぜ。その死因は、餅の食中毒、であるとされているが、これに関しては司馬越の毒殺なのではないか、なんて疑惑も浮かび上がっているぞ。司馬衷はこの時、50歳手前という年齢で、自分で執政を行うことができるだけの資格があったわけだ。しかし司馬越は実権を握りたい。故にここで司馬衷を毒殺し、まだ若き青年の皇太帝、司馬氏を即位させることで、自分が国政の全権を握ろうとした、という疑惑だ。なるほどねー。確かにそう考えると、まあ、自然な流れかもだけど、あまたの地獄を経験してきた司馬衷が生を諦めた、とも見えるわよね。司馬衷が司馬越の引退を、地獄から逃げることを許さなかったから、司馬越は最後の勝者となることができた。それを見届けた以上、もう地獄で生きる意味はない。そう思った司馬衷があえて自ら死を選んだ。まあ、確かにそういうドラマももしかしたらあったのかもな。こうして慶帝司馬衷が崩御し、改帝司馬氏が即位することになる。そして国政第一の実力者である司馬越が政権を独占することになり、いよいよ国家の立て直しを行う体制が整った、と見ることができるな。そんな司馬越に下りかかる目下の課題が、南郷土への対応、だったぜ。立て直しを図るにはあまりにも遅く、そして全てが不足している。それでもやらないといけない。まだまだ地獄は続いていくわね。それじゃあ最後の項目、勝利の果て、に話を移していこうと思うぜ。先ほどから名前が出ている、南郷土、だが、彼らはオルドス地方という、万里の長城の内側あたりの地域に勢力を有している遊牧騎馬民族だ。そして彼らの当主として衰退されたのが、ゆえん、という傑物だった。ゆえんは長らく義、新王朝に仕えて、文武に秀で、誰よりも漢民族の風俗や文化に精通していたという珍しい経歴の持ち主であったぜ。そんなゆえんは八王の乱のごたごたの中で南郷土の当主に衰退されて、自らで漢という王朝を立ち上げると、新王朝に攻勢を開始したんだ。こうした事例がこの時は天下のあちこちで勃発してしまったのよね。そんな中でも、一番バチバチに対立していたのが、この漢であったと。そうだな。この漢は都である洛陽へと攻勢を強めており、秦軍は強勢な漢軍に苦戦を強いられていたぜ。しかも秦王朝はこの時、まだ内輪揉めを続けていた。というのも海帝と司馬越の相性が悪く、司馬越は怒って海帝の制止も聞かず巨匠へと出陣してしまったんだ。おそらく若き海帝は鋭敏な気質であったんだろう。司馬越の政権運営に色々と口を挟んだとされており、司馬越としてはこれが気に食わない。とにかく急を要する国難の中で横槍を入れられては、やりづらいことこの上ないだろう。まあ、とはいえ臣下の態度としては最悪だな。なんというか、悠然と諸葛亮の関係を思い浮かべてしまうわね。あの二人のような理想の君臣関係でいられればなぁ、なんて。そして天下は依然として反乱だらけ。中でも奇襲において、急走、と、赤六、という族軍が、奇襲を統括していた、司馬党、を追ったぜ。この族軍はさらに優秀や演習にも侵攻を開始したため、司馬越は急いで軍を率いて北進し、なんとかこの反乱軍を壊滅させたぞ。この時に主力として反乱軍を打ち破ったのが演習志士、光輝、で、司馬越はその類稀な軍才を高く評価したぜ。しかし光輝はイケイケで、野心が見え隠れしていたために警戒され、昇進という形で青州へと移動させられた。これにより光輝は司馬越に恨みを抱いたのだとか。しっかりと族軍を撃退してはいるけど、内側はまだまだ不安だらけ。司馬越はこういう人心関係の調整が苦手な感じの人みたいね。そこに気を払えるだけの余裕がなかった、とも言えるだろうな。無理やりには見えるが、ちゃんと役目を果たそうと尽力はしている。ただ人心はついてこない。
だからこそ余計に無理な行動を敢行して、キューバをしのぐ。シバエツはそんな悪循環に陥っていたんだろうぜ。また、ケイテイの後継者として、海底の対立候補となったシバタン、をシバエツは暗殺した。もしも彼が海底の次に皇帝となった場合に、自分が恨まれることを危惧しての行動だろう。かつて皇太子に仕え、理不尽にその命を奪われたという立場だったワズが、皮肉な話だな。本当にシバエツに心の余裕がなくなってきているのがよくわかるわ。これじゃあ本当に、人心は離れていく一方って感じね。また、シバエツが巨匠から演習に移ってすぐのこと、その巨匠が賊軍によって落とされてしまい、賊軍は洛陽に向かって進攻を開始。シバエツは5000の精鋭を派遣して洛陽を守らせ、自身は演習や奇襲の反乱軍を撃退するという、極めて多忙かつ危険な戦場を奔走していた。洛陽に迫る反乱軍は、そのシバエツの軍勢と、領州から派遣されてきた軍勢によって撃退され、シバエツも目下の反乱軍を鎮圧して洛陽に帰還。しかしこの時に撃退された赤禄や王屋といった族将らは官に帰属し、官軍はさらに勢力を増大させながら洛陽へと迫りつつあったぜ。本当に凄まじい情勢ね。国家の立て直しを図ることすらできない、あまりにも連続する敵襲。なんとか踏ん張ってほしいところだけど。この時のシバエツはもう猜疑心が剥き出しのような心理状態であり、自分以外の武官や官僚が衛兵を伴ってはならないとの命令を出し、海底の州都の応援が反乱を企てていると思い込み、彼を捕らえて処刑。また海底の側近である官僚たちを謀反人として処刑していったぜ。とにかく海底が口を出してくることを阻み、自身に権力を集中させた。もちろん、人心は離れる一方。それでもシバエツは独裁の道を進み続け、迫り来る官軍を撃退するために出陣したぜ。しかし官軍の勢いは強く、シバエツは初戦で大敗。洛陽を包囲され、敗戦を重ねることになるぞ。もうここまで敵は迫ってきていたのね。しかもここで連続する敗戦。本当に心身ともにボロボロで、新王朝には余力が残っていなかったと。ただここで官軍に夜襲を仕掛けて大勝し、シバエツは見事に敵を撃退。その翌月に官軍は再び洛陽侵攻を行い、またもや初戦で大勝して、洛陽を包囲して追い詰めたが、再び夜襲で大損害をかぶって退却したぜ。さらにここで、官の創始者である雄炎が倒れて、勢いに陰りが見えたぞ。シバエツは相次ぐ戦役で洛陽がボロボロになったため、天下に激分を発して救援を求めたが、人心を失ったシバエツに味方する者はいらず、救援は駆けつけなかった。それでも官を討つなら今だとシバエツは考えて、残存する兵力をかき集め、官討伐のために出陣したぜ。確かに無理やりで人心が失われていくのもわかるような人だけど、決して戦いを諦めないあたりが、どうにも嫌いになれないのよね。確かにここで少しでも気を抜けば、秦は滅びる。しかし被害者である海底はもはや我慢の限界だった。実権をすべてシバエツに牛耳られていて、シバエツの一派は都で好き放題の狼藉を働き、皇帝の威厳もクソもあったものじゃない。ここで海底はシバエツ討伐の密勅を書き上げた。それを受け取ったのが、豪気だ。ただこの密書はシバエツにもバレたぜ。出征中にある中での返事にシバエツは奮撃し、怒りのあまり病を発症。ついにそのまま、311年に病没したぜ。このシバエツ軍は当主を失い、帰りたくても海底に恨まれている以上、都に帰還するのをためらったぞ。流炎という大敵が没したということもあり、少し気が緩んだからこそ、海底とシバエツは決裂してしまった、ということなのかもしれないわね。ただ、これを見て瞬時に動いたのが官の猛将、赤禄、だ。赤禄は軽騎兵を率いてこのシバエツ軍を吸収し、これを全滅させてしまった。この軍勢は新王朝の持ちうる最後の戦力であり、その戦力が死体の山になってしまったことで、猛進に抗う力は残っていなかったぜ。その後、間もなくして官軍は洛陽に迫り、ついに陥落させてしまった。海底は捕虜となって後に処刑される。新王朝は事実上、滅亡したんだ。シバエツは新王朝の最後の守護者であった。しかしそれと同時に、新王朝を滅ぼしたとも言える人物でもあった。なんとも悲惨な話だな。海底とシバエツがきちんと協力できていれば、新王朝がここで滅ぶということにはならなかったのかもしれないわね。
それじゃあまず最初は、今回の主題である、ユウエンという人物を輩出するに至った南郷土とは、どういう勢力であったのかなど、そのあたりについて簡単に解説をしていこうと思っているぜ。まず、郷土という民族が記録に出てくるのは、紀元前の話になるぞ。郷土は北方の遊牧民族として出現し、長いこと中華に暮らす漢民族とバチバチに争ってきた歴史を持つ。特に漢王朝の始祖劉邦は、郷土を討伐するべく自ら兵を率いて北進したんだけど、大敗を喫して、漢王朝は郷土の弟分となり、屈辱的な約定を結ばされていたんだぜ。この郷土にどう対抗するか、古代中華を統一している王朝って、常にこの課題に悩まされ続けてきた、みたいな一面があるよね。そうだな。劉邦のひ孫である、武帝、劉徹の代になってようやく、漢王朝は今まで地道に蓄えてきた国力を振るって郷土に痛撃を与え、その屈辱を晴らしたぜ。郷土の勢力はその後、内輪揉めなどもあって勢力が振るわなくなり、南と北で勢力が分裂することになったとか。そのうち南の郷土、通称、南郷土、は漢王朝に従属する姿勢を示して、漢軍と共にたびたび北郷土の軍を破り、勢力を保ち続けていたぞ。その後、衰退した郷土の勢力を飲み込むように、鮮卑族が台頭。南郷土は漢軍と共に鮮卑族と戦うが、今度は停滞損害を受けたぜ。ここら辺が確か、三国志の序章にあたる五漢王朝末期の頃よね。あんまり焦点は当たらないけど、郷土もなんとか生き延びてきたと。南郷土は一応、漢王朝に従順な姿勢を示し続けたことで万里の長城の内側への住居が許され、官位も与えられたぞ。まあ、優遇というより、北郷土との干渉地帯に利用されたという戦略的な処遇ではあるけどな。ただそのおかげで漢王朝という後ろ盾を得て、生き残れたのも事実だ。その後、五漢王朝は、黄巾の乱を皮切りとして戦乱の時代へ突入。この大戦乱を制して、圧倒的な勢力を獲得することになったのが、覇者、曹操、であった。南郷土のトップである前羽の地位にいた、オフラは、その曹操に基準し、間もなくして没することとなったぜ。へぇ、このオフラが今回の主題である、劉淵の祖父だったと。ちゃんと歴史は繋がってるって感じがして、何かワクワクするわね。前羽の地位はオフラの弟の、呉忠選が継承。呉忠選は曹操に対し反乱を起こすが、曹操に長安の守護を任されていた昌陽と、西陽の雄馬頭の長男馬長の軍勢によって撃破されており、呉忠選は曹操に降伏した後に入京して洛陽にとどめ置かれているぜ。その後、曹操は南郷土が増長しないよう勢力を5つに分割しており、呉忠選が朝廷に入り、前羽が現地に不在となると、オフラや呉忠選の、叔父にあたる、魚飛が各部族を統括したとされる。そして5つに分けられた勢力の一つの長を、劉淵の父である、劉瀂、が務めたとか。前羽である呉忠選を手元に置いて、事実上の人質としてとどめ置き、南郷土を分割して力を削ぐ。これなら簡単に集結はできないわよね。曹操はその生涯から見てもわかるが、力で諸侯を圧倒した苛烈な人物。異民族に対してもその態度は同じく、基本的に強硬路線を貫いたぜ。ただ、南郷土は長く漢王朝に従属してきた歴史だったり、漢民族の文化をすでに受け入れつつあったこともあり比較的に優遇されているぞ。そして五部に分かれた南郷土の左部の主張となった左賢王、劉瀂は、記録が少ないためにどういう人なのかはよくわからないんだけど、すんなり息子の劉淵を事実上の人質として朝廷に送っていることから、基本的に義王朝には従順な姿勢を貫いていたと見てもいいだろうぜ。ということは、劉淵は若い頃から中華の覇権国家の人で育ち、その文化を大いに吸収することができた境遇にあったということね。それじゃあ次の項目、不遇と警戒に話を移していこうと思うぜ。劉淵とその父の劉瀂の名前を見てもわかる通り、その姓は、劉、で。オフラや呉忠選のように、いかがにも異民族って感じの名前ではないし、漢民族の文化に強化されつつあった世代であったことがよくわかるな。特に劉淵は熱心に勉学に励んで、朝廷の高官や学者たちも驚くほどの学識や教養を有したとされ、誰もが一目置く人物になっていたんだぜ。
そして遊園神を寄せていた義王朝は、曹操から続く皇族の権勢が衰えて、芝居に代表される芝一族にとって代わられつつあったぞ。名門官僚たちの支持を集め、皇族の権勢をしのぎ、やがて芝居の孫の芝縁によって義王朝は滅ぼされ、新王朝が建国されるって流れよね。そうだな。まさに遊園はその交代劇を目の当たりにした当事者となる。そして新王朝の皇帝となった芝縁は遊園の評判を聞きつけて、直接一緒に語り合ったこともあったとか。その際に芝縁は遊園を大いに評価し、古の名臣たちにも劣らないほどの逸材だと称えているぜ。当時、芝縁は南方の五王朝を平定し、天下統一を果たしたいと考えていたとされ、遊園ならその退任を果たせるとも思ったのだとか。しかしとある臣下は、遊園ならば豪たやすく平定するでしょうが、彼に並ぶ逸材がいない今、大権を与えるべきではない、と警戒したぜ。ここで遊園に対抗を立てさせれば、分割されている南郷土は遊園を担ぎ上げて、一つにまとまり、やがて脅威になってしまうって話ね。また新王朝は建国して間もない時期に、西方で大混乱に見舞われた。戦費族の特発部という部族に樹機能という主張が現れており、その樹機能が大いに西方を荒らし回って、新に大打撃を与えたんだ。この戦乱のせいで、新王朝は天下統一の時期が遅れたとされているぜ。芝縁はこの反乱鎮圧の総帥を誰にすべきなのかと悩んでいたところ、やはり遊園を推す声もあったとか、勇壮な南郷土をまとめうる器量と、文武に秀でた才能は、確かに総帥にふさわしい逸材ではある。しかし、彼が戻ってこなかった場合はどうなるという警戒の声も大きかったぜ。やっぱり民族が異なるというのは、それだけ警戒の対象になり得たと。遊園には気の毒だけど、こればっかりは仕方のない話なのかもね。さすがに警戒されすぎて遊園も嫌になったのか、うつうつとした感情になり、自分は間もなく残言で殺されるかもしれない、と言葉を漏らしたぞ。それを聞いていたのは遊園の友人であり、新王朝切手の名将である王根だった。王根は遊園と涙を流して酒を交わしたとされるぜ。そして遊園の危惧した通り、今のうちに遊園を中殺すべき、といった議題が持ち上がったことがあった。そこで王根は断固として反対し、今は異なる民族にも恩徳を示さなければいけないのに、遊園のような長者を殺すべきでない、と進言。芝縁は王根の進言を取り入れたぜ。結構、ギリギリの状態で遊園は立場を保っていたというわけか。有能であればあるほど警戒されるってのも、酷な話だよな。そして時は279年、樹機能の反乱も鎮圧され、いよいよ新王朝が天下統一事業に動き始めていた頃、遊園の父である遊兵が没したぜ。先にも触れたが、遊兵は南郷土の五部のうちの一つである左部を統括する立場にあり、遊園はその後を継がないといけなくなったぞ。まあ、これは順当な話でもあるし、反乱も鎮圧し終えたことで国内も安定してきたことから、遊園はここでようやく南郷土の地に帰還して、父の後を継ぎ、その類稀なる才覚を存分に発揮して民衆をよく治め、五部の春英たちは皆、遊園を尊敬し、抗議を結ぶようになったのだとか。ようやく自分の才覚を震えるだけの自由を獲得したってわけか。でもここまで見事な手腕だと確かに、警戒したくもなるよねー。その後、間もなくして新王朝は五王朝を滅ぼして天下統一を果たすぜ。そして天下の統一から10年後、建国の祖である武帝、芝縁が崩御。慶帝、芝忠が後を継ぎ、芝忠の祖父にあたる外戚、楊俊が実権を掌握。遊園は五部大都督に就任し、南郷土を総括したぞ。ここから新王朝は内側で泥沼の政争に次ぐ政争が発生したとされ、急速に国力を落としていくぜ。そして、そんな混乱が伝播したのか、遊園がまとめていた南郷土も動揺し、とある部族が国境外に逃亡。監督不行き届きとして、ここで遊園は職を免じられることとなったぞ。八王の乱のことね。皇族同士が実権を奪い合って大混乱に陥った政争。長いこと南郷土を安定させていた遊園も、その煽りを受けていたと。というわけで次の項目、八王の戦乱に話を移していこうと思うぜ。まず、八王の乱とはどういう話なのか、を簡単にまとめよう。武帝、芝縁が崩御し、嫡男の慶帝、芝忠がその後を継いだが、
この司馬衷は極めて器量に乏しく、皇帝に立てる人物ではなかったぞ。司馬遠もそれを心配したので、司馬衷を補佐すべき皇族や外戚などに強力な権限を与えることにした。しかし司馬遠が崩御してしまうと、その強力な権限を与えられた皇族や外戚たちが争い合うことになるぞ。新王朝を根幹から瓦解させた、そんな一連の騒動が八王の乱、だぜ。事態を収拾すべき皇帝は、最初から見放されていたために実権がなく、この内輪揉めは、際限なくどこまでも続いていくことになるのよね。まず最初は外戚の楊春が実権を握り、それを疎んじた皇后、河南風が楊春を中殺して実権を掌握。しかし河南風も長王、司馬林に倒され、その司馬林が帝位を散奪したものだから、各地の諸王が連合して司馬林を討ったと。しかもこの争いはまだまだ続いていくわけだぜ。そして雄燕は、監督不行き届きのため免職の処分を受けていたものの、やはりその声望は未だ高く、奇襲義軍の行場にいた政党を、A が、雄燕を招聘する形で復職を果たすぜ。ただ、復帰したとはいえども、司馬遠の元にとどめ置かれており、飼い殺しの立場に戻ったとも言える。朝廷から離れて20年くらい、またもや飼い殺しの日々に逆戻り。でもそうしないとただの無職のまま。難しい選択だったのかもねえ。帝位を散奪した長王、林は、西王、慶、政党、英、調査王、外、加冠王、行、らに打たれ、司馬衷は皇帝に復帰することとなる。その後、連合軍の発起人であった西王、慶が実権を掌握するんだが、西王、慶が強権的になりつつあるのを見て、また諸王らが激怒したぜ。これにより西王、慶派、都に駐屯していた調査王、外に吸収されるぞ。ただ、調査王、外はその後、朝廷で補佐の任に当たるが実権は握らず、皇帝の司馬衷を敬い、政治の実権を政党、英に委ねたとされる。しかし政党、英と加冠王、行は、なおも調査王、外に反発した。ああもうぐちゃぐちゃじゃない。どうしようもないわよこんなん。政党、英の元にいた雄燕は、これをどう見ていたのかしらね。雄燕個人の思惑はわからないが、南郷土はこの騒動を好機と見ていた。今であれば、南郷土は独立を果たすことができるのでは、と。そこで南郷土の人々は、オフラヤコ忠仙の弟で、雄燕の重祖父である左権王、雄仙、を中心として、独立を水面下で画策するようになるぜ。ただ、政党、英もそんな南郷土の動きを当然のように警戒しており、雄燕がたびたび南郷土の地に戻りたい、と願い出ても許さなかったぞ。やっぱり南郷土の人々を統率しうる名君は、雄燕だけであったからな。雄燕を返せば南郷土が独立するのは、はっきりしていたんだろうぜ。なるほどねー。でも時勢はすでに南郷土の独立、に都合よく動いているって感じがするし、雄燕の飛躍の道筋も見えてきた気がするな。そして政党、英と加冠王、行は、調査王、外の排除に成功。しかし調査王、外は大いに抵抗し、両軍ともに大きな損害を被っていた。しかも調査王、外を直接捕獲したのは都にいた東海王、越、であり、これまた三人の王が対立するような構図になってしまったわけだ。一王、諸王の中でも権勢が頭一つ抜けていたとされる政党、A は、東海王、越の軍勢にも勝利した。ただなんとか生き延びた東海王、越は、弟の平州志士、司馬党、と、青州志士、司馬役、を抱き込んでおり、また政兵を有すると特優秀諸軍事、王春、の協力も取り付けたんだ。よく見るとこの平州の地は、南郷土の勢力圏と重なっているわね。そうなると政党、A は、雄燕を起用せざるを得ない感じがするな。調査王、外の討伐の際に、政党、A の軍勢は大損害を被っており、もはや余力はなかったぜ。そんな中で司法をほぼ敵勢力に囲まれた。雄燕はここで再び帰郷を願い出て、自分が南郷土の軍勢を率いて、司馬英を救うと宣言。政党、英はそれを認めるしか道がなかったぜ。こうして雄燕が急ぎ南郷土の地へ戻ると、帰りを待っていた雄仙らは雄燕を大善右、として担ぎ上げたぜ。そんな事前準備の賜物か。雄燕の帰還を聞いた諸部族らが兵を集め、わずか20日で5万にもなる大軍勢を確保。しかしその最中、政党、A は大敗を喫していたぞ。ここで耐えていれば、雄燕の救援も駆けつけたんだろうけど、
そうはならなかったと。でもこれでようやく完全に自由の身ね。一応、漢民族の文化に触れてきた老いたちもあるので、ここで龍炎は義理立てのためにも敗走していた生徒を、A を助けようとしたんだが、龍炎の最たる臣下であり重祖父でもある龍泉は、あくまで南郷土の独立のためにも、臣は見限らなければなりません、と主張したぜ。この時生徒を、A を攻撃していた欧春の軍勢には戦費族や右岸族の兵士も多く含まれていた。彼らは南郷土と境遇が似ている異民族で、ここと戦うのは南郷土の立場的にも筋が通らない。天下を目指すなら、我々の敵は新王朝に定めるべき、と優先や民衆は考えていたんだろう。なるほど。ここで完全に新王朝とは決別し、南郷土の人々のためにも、独立した勢力として戦うべき相手を見誤らないように、って話ね。というわけで次の項目、漢王朝再興、へと話を移していこうかな。龍泉の生死を聞き入れ、龍炎は生徒王、A の救援を断念したぜ。いや、生徒王、A だけでなく、新王朝をここで完全に見限ったんだ。個人の感情は複雑だっただろうが、これは王としてのけじめであった。南郷土を率いる立場となったからには、民衆の思いに応えるべきだぜ。そこで龍炎は完全な独立を宣言するために、国号、を定めたとされる。その国号が、漢、だ。漢民族ではない郷土の人々による国家の国号が、漢、になったというのは、なんとも不思議な話ではあるかもな。別に、高祖、龍法、高武帝、龍州、昇烈帝、龍尾、に代表される漢王朝とはつながりはないんでしょ？思い切ったことをしたわね。いや、実はそうでもない。ほぼこじつけのような話ではあるんだが、冒頭でも触れた通り、かつて郷土は龍法に決戦で勝利したことがあり、龍法を皇帝にいただく漢王朝は貢ぎ物を捧げ、郷土の弟分にさせられたぜ。さらにこの時龍法は、領上郷土に差し出して隕石も結ばされていた。だから遡れば、郷土にも漢王朝の高祖、龍法の血が流れているし、漢と郷土は兄弟分だったから国号を継いでも問題ないと主張したんだ。前漢、後漢、蜀漢と推移した天命を、今度は龍炎による漢王朝が継ぐ。こうして龍炎は、漢王、に即位し、歴代の漢王朝の祖廟を祀ったぜ。しっかりと龍炎が、中華の歴史とか文化を学んでいるっていうのがよくわかるような話ね。こじつけでも一王の正統性は保てているし。こじつけであろうと建国の正統性を保つことで、南郷土だけではなく、漢民族の人々も龍炎に協力しやすい雰囲気を作ることに成功した。協力に際して、言い訳、があるかないかでは、心情的にも大きく違う。こうして龍炎は急速に求心力を拡大し、平州で一大勢力を築いたぜ。そうなると無視できなくなってくるのが、平州志士、柴党、だぜ。正党、A を破って、各地の有力者と協力関係にあった東海王、S は、当時の新王朝第一の有力者となっていた。柴党はその柴S の弟で、戦費族と同盟を結び、龍炎の帰還間もない南郷土に通撃を与えたぞ。龍炎が正統王、A の救援に向かえなかったのは、この柴党の存在もあったからなのね。龍炎にとっての最初の難敵ってところかしら。さて、区別しやすいように以後は龍炎の建国した漢王朝を、漢朝、と呼称することにしよう。この漢朝は龍炎が帰還してまだ間もない時期。棋戦を制した柴党、戦費族の連合軍によって大敗を喫していたぜ。建国したばかりだが、実は龍炎は追い詰められていたと言ってもいい。そして勢いそのままに柴党軍は進軍し、龍炎も自ら軍を率いて、両軍は平州の最要所である大元軍にて激突することになったぜ。もう追い込まれて後がない漢朝軍は懸命に戦い、柴党の軍勢を大破。その損害の大きさに驚いた柴党は略奪を行いながら東へ逃走したぞ。官軍である和津の柴党の側が略奪をしているあたり、世紀末感を嫌でも感じてしまうなぁ。とはいえこれで龍炎の未来も開かれたわね。そうだな。その後は、龍炎の属帝である龍陽の率いる部隊が怒涛の勢いで各地を陥落させ、漢朝は平州一帯にまで影響力を拡大。その後も柴党は何度か漢朝攻略のために軍を派遣するんだが、いずれも敗れてしまい、大漢朝戦線から一歩退くこととなったぜ。ただ、その柴党の後任を務めるかのように漢朝攻略の任を受けた人物が厄介だった。
その名は、幽魂。精神切手の名称だろうな。東海王、越の配下として大いに軍功を立てていた将軍であり、彼は平州志士となるとすぐさま千人余りの兵を率いて平州へと急行したぜ。おっと、雲行きがちょっと怪しくなってきたって感じがするかも。馴染みのない時代でもあるから、先の展開が全く読めないわね。それじゃあ最後の項目、届かぬ天下、に話を移していこうと思うぜ。新たな兵州志士幽魂は、わずかな兵力で大元軍神陽剣へ入るぞ。この時兵州は飢饉に襲われており、加えて芝刀が民衆を連れて敗走していたため、神陽は荒廃し死体が溢れている惨状であったとか。龍炎は一応、この新参の兵州志士を撃退するべく兵を差し向けたが、なんと幽魂は艦長軍を撃破。神陽剣にしっかりと足場を確立して、逃げ遅れていた漢民族を急ぎ集めて、神陽で保護してしまったんだぜ。神陽は幽炎が拠点を構える青瓦郡李石県と目と鼻の先の距離だったぞ。つまり喉元にナイフを突きつけられたも同じような状態になったと。こうして見ると幽炎って、意外と苦戦が続いていた状況だったのね。そうだな。しかもこの時、天下は東海王、越を中心としてまとまり、復興の機運も高まっていた。それに幽魂は朝廷から援助を受けてた。戦乱で荒廃し、農業などの生産力も乏しい土壌に根ざしていた幽炎の勢力はやはり、その自力で新王朝に劣っていたと言わざるを得ない。加えて幽魂は上等軍も攻略した。幽炎はこの幽魂を大いに警戒し、怒りを向けたが、秦からはあまり執拗に幽魂を攻めるのではなく、下等軍へと進出すべき、と検索するぜ。確かに幽魂は脅威だけど、下等軍へ進み、都である長安、洛陽に狙いを定めた方がいいって話だ。なるほど、確かにそうすれば幽魂も孤立させることができるね。ちょうど、下等軍は洛陽と長安を結ぶ地点だし、戦略的な意義は大きいわ。手強い奴を避けるのは兵法にもかなった戦術だしな。幽炎はこの戦略を受け入れて、下等軍、平陽軍へと進攻を開始。攻略は順調に進み、見事に艦長は下等軍と平陽軍を占領し、幽炎は平陽軍を都と定めたぜ。この快進撃は広く天下に伝わり、多くの勢力が艦長の軍門に降ったぞ。この時に艦長に加わった軍閥の中でも特にビッグネームだったのは、青州、徐州一帯を荒らしていた反乱勢力の司会である、大屋、と。奴隷から成り上がり、紀州一帯で勢力を急速に拡大し、あの芝刀を討ち取るなど、大いに暴れ回っていた猛将、赤六、の二人だろう。あ、かつての難敵だった芝刀は討ち取られてしまっていたのか。幽魂にこだわらず、未来を見据えて行動して正解だったわね。平陽を都と定めた幽炎はここで皇帝に即位したとされる。いよいよ天下取りのための最終決戦を行うという覚悟を、天下に示したわけだ。そしてついに洛陽へと進攻を開始。対象は三男の幽宗と、あの大屋で、属定の幽陽が御詰めとしてその後に続き、快進撃を続けたとされるぜ。しかし勝ちに乗っている時っていうのが一番油断をしやすいもので、敵の偽装降伏を見抜けず、洛陽に至る前に艦長軍は敗走してしまう。ただ幽炎は諦めず、一年も経たないうちに再び大規模な軍を編成し、今度こそ洛陽を陥落させるべく、幽宗らを出陣させているだぜ。もう何が何でもここで死勇を決しておきたかったというわけね。幽炎もそろそろ老齢だし、焦る気持ちもわからなくはないわ。今回の戦役は幽炎の息も将兵に伝わっていたのか、課題軍にて防衛に出てきた秦軍を破り、一気に洛陽へ迫って攻略を始めたんだぜ。しかし八王の乱で勝ち残った東海王、越は手強く、彼の下で将兵は徹底抗戦の構えを見せ、次第に艦長軍の被害が大きくなり始めていた。さらに果敢にも秦軍が九州も仕掛けてきて、艦長の将軍らが戦死する事態にまで陥ってもいたぜ。こうした被害報告は幽炎の耳にも入り、臣下たちからそこまで急がずともいいのでは、という声も上がった。こうして幽炎は全軍撤退を指示し、洛陽攻略を諦めてしまったんだ。本当に、あと一押しっていうところだったんでしょうけどねー。でも今後のことも考えるとやっぱり、無理はできなかったと。そうだな。この失敗が幽炎はショックだったのか、幽炎は体調を崩し、指揮を悟って重臣たちに工事を託し、310年に崩御したとされるぜ。後を継いだのは長男の、幽家、だったが、
彼は弟たちと対立してしまい、最も軍功の高かった勇壮が兄を討ち、皇帝に即位することになるぞ。そしてこの勇壮が、劉淵の意志を継いで洛陽攻略を果たしたんだ。南郷土によって、中華に君臨する統一王朝が、滅ぼされてしまった。この歴史的大事件は、栄華の乱、と呼ばれ、異民族が入り乱れる五胡十六国時代、への幕開けを天下に示すことになるんだぜ。そしてその道筋を作り上げたのが、この、劉淵、であったと。確かに歴史的に見れば、めちゃくちゃ重要な人なのかもしれないわね。それじゃあまず最初は、今回の主題である、赤禄、の前半生について触れていこうかな。まずこの赤禄、彼は、血族、という民族の出身だ。この血族は郷土系の民族とされているんだが、その勢力は小さくて、赤禄はその血族の中の一つの小さな部族の族長の息子であったとか。ちなみに赤禄の暮らしていた土地は、上等軍部強権、あたりだったぜ。赤禄が誕生したのは274年。三国時代で言えば、すでに蜀漢は滅亡し、秦王朝がいよいよ本格的に孫悟を滅ぼすべく動き始めたあたりだな。その時期に赤禄は生まれ、若くして非凡な才を発揮していたらしいぞ。部族の勢力で考えれば、とてもじゃないけど世に飛躍できるような感じじゃないし、つまり赤禄自身の才覚が彼の道を切り開いたと。赤禄は若くして勇猛果敢であり、武芸の腕は超一流という天武の才を持っていたとか、加えて胆力にも秀でていたという根っからの猛将。ちなみに族長である父は粗暴であったために周囲から避けられており、その父に代わって赤禄が部族のまとめ役になることも多かったぜ。そして時は303年、赤禄らが暮らしていた平州一帯にて大規模な飢饉が発生。ちなみに飢饉で困窮した民を救うべき秦王朝はこの頃、八王の乱、という地獄のような泥沼の内乱が勃発していた最中で、おそらくもうそれどころじゃない、って感じだったのかもしれないな。なるほどね。そのせいで平州に暮らす赤禄やその一族はもろに大飢饉が直撃し、困窮することになっていくって流れかしら。まさしく、もともと勢力が小さく、経済的にも貧しい立場にあった赤禄の部族はこの飢饉を乗り越えることができず、流浪の身となったんだ。つまり食うことができず、土地も保てず、一族も離散したわけだぜ。流浪しながら赤禄は援助を求め、ギリギリで生き延びたとされるぞ。しかしここで平州志士司馬東が、戦乱に備えるべく軍資金を確保しようとし、飢饉でその多くが流民となった異民族を捕らえて、奴隷として売りさばいたんだ。赤禄もこの司馬東の奴隷狩りに遭い、首枷をはめられ、鞭で打たれるなどの不当な扱いを受けたのだとか。これが赤禄の人生のどん底に当たる時期ってわけね。ここからどうやって成り上がっていくのか、想像もつかないわね。その後、赤禄は、士官という人物に売却されたが、赤禄はやはり人の上に立つ器量があったのか、すぐに奴隷たちのリーダーとなってて、それを見た士官派赤禄の人相はただものではないと感じ、赤禄を奴隷の身分から解放。そこから赤禄は傭兵部隊を結成することになったとか。ちなみにこの時、士官の家の隣の馬牧場にて、九曹、という人物がいたぜ。馬を持つということは、軍事力を持つということと同じだ。九曹は赤禄の馬術を評価し、赤禄は九曹の軍事力を見込んだのだろう。両者は非常に親しい関係となり、赤禄は九曹に仕えることになったぞ。いろんな人を引きつけるカリスマ性。これが赤禄の武器だったわけね。運命力に恵まれているというか、太陽をなす人って感じがするわ。そこから九曹と赤禄は数百騎を率いて、孔子藩という将軍の歩兵に応じる形でその参加に加わることになるわけだが、ここでちょいと、全体の勢力図をざっくりと見ていこうか。当時、天下は二つの陣営に大きく分かれていて、それが征討と東海王による勢力であったぞ。征討、司馬懿、東海王、司馬越。勝った方が八王の乱の勝者として次の秦王朝の主導権を握れるぜ。しかし二人は内乱の連続でボロボロ。戦うための兵力も足りず、征討は南郷土、東海王は戦費、右岸族を味方として戦ったんだ。ちなみに赤禄は征討の軍に組したとされる。八王の乱の最終局面ね。
確か東海王、芝越の弟が関六にとっての因縁の相手である芝刀だから、正刀、芝栄に組したのかもね。そうだろうな。しかしこの時正刀の頼みの綱でもあった南郷土は勝手に自立して、関、という国家を樹立。一応、関は援軍を出すが、平州に勢力を持つ芝刀を超えることができず、正刀は敗走したぜ。関六が従軍する孔子藩の軍は抵抗を続けたが、やがて壊滅してしまう。この戦いで孔子藩は戦死したが、その敗残兵を九曹がまとめたんだ。九曹軍は略奪によって再び勢力を盛り返して猛威を振るったとされ、関六はその戦法を預かり、紀州の要である行兵と進撃を続けたぜ。そしてついに行を陥落させ、芝刀をもう討ち取ってしまったんだ。復讐はここでなったと。でもここまで勢いを盛り返してくるあたり、本当に軍事の才能に秀でているというか、めちゃんこ強かったわけね。というわけで次は、栄華の乱、の項目へと話を移そう。芝刀を討ち、驚異的な勢いを見せる九曹軍。九曹軍は勢いそのままに演習兵なんか。そこで迎撃に出たのが演習志士、後期、であり、名称として名高い後期の交戦に九曹軍はついに停止。そしていよいよ東海王も動いたぜ。東海王、芝越の率いる朝廷の本軍が援護に動いたことで九曹軍は一気に劣勢となり、その隙を後期が突き崩したことで軍勢は崩壊。関六と九曹はバラバラになり、二人が再会することはなかったぜ。こうして関六は次に、関、を頼ったぞ。あの南郷土の勢力のことだな。これまでずっと苦楽を共にしてきた九曹を関六はここで失ったと。ただここでいよいよ、あの関の陣営に加わることになるわけね。そうだな。前にも解説したことのある南郷土の英傑、劉淵、によって建てられた勢力で、当時、最も新王朝と対立してた陣営だったと思う。長く新王朝に仕えてきた劉淵だからこそ、しっかりとした組織を築くことができたんだろうな。関六はそんな関に基準したわけだぜ。これは関からすれば願ってもない話で、関六といえば新王朝と戦って数々の武功を挙げた大物の俗称だ。そしてほぼ同時期に関六に並ぶ、大物の俗称、大尾、も関に基準。彼は青州、徐州で猛威を振るった人物だな。この二人のビッグネームを関は喜んで引き入れたわけだぜ。新王朝と対立しているからこそ、新王朝と渡り合った俗称が味方になるのは関としても得策で、関六としても後ろ盾があるのは大きいと。関六はまず、関に服従しなかったとある眼族の部落に目をつけたぜ。その眼族に内密に犯罪しちゃってやばいからかくまって、と相談し、関に反抗的だったその眼族の部落は喜んで関六を受け入れたんだ。そこの族長が関六と義兄弟の契りを結んだのだから相当な喜びようだな。しかしこれは偽装降伏であり、関六はその族長を監禁すると眼族の勢力域のあちこちで略奪を働き、各部族の有力者らを半ば強引に集め、俺に従うよな、と迫った上で勢力を接収。見事、関に帰還したぞ。この働きによって関六は大いに劉淵からの信任を勝ち取ったわけだぜ。いかにもな成り上がり者って感じが、関六の魅力のように思えるわね。頭の回転が速く、戦争が何たるかを知る。これこそ、強者、よね。ただ関は大きな勢力を有してはいたものの、まだまだ新王朝の勢力に及ばなかった。平州では、劉根、という名称が関の増長を抑え込み、そして東海王の芝越が朝廷で全権を握り、関の動向を注視していた。そのため関は河北への拡大路線があまりうまくいってなかったんだぜ。ただここで劉淵は戦略を変えた。河北への拡大路線ではなく、敵の本拠である洛陽や長安を一気に陥落させる方針に切り替えたんだ。足場を固めていくのではなく、敵の心臓部を一気に突く。幸いにも東海王は人心をつかめていなかったため、半ば孤立した状況にあったぜ。その東海王が守る人部をつけば、東海王は孤立無援の状態で官軍と戦う羽目になると。でも相手は新王朝の心臓。たやすい相手ではないわ。こうして劉淵は洛陽を落とすべく攻勢を仕掛けた。ちなみに関六だが、ほぼ独立した軍閥として紀州北部まで進軍、官の背後を預かっていた。平州の劉根だったり、劉州の王春だったり、まだまだ難敵は多く、関六はこれらの難敵を阻むために強権を与えられていたわけだな。
世記録は紀州全域にまでその勢力域を広げる勢いを見せていたんだが、次第に鮮卑族と協力する欧春の軍勢に苦戦を強いられることになった。また遊園の洛陽侵攻軍も、ギリギリのところで東海王に撃退された。そして310年、洛陽を落とせないまま遊園は失意の中で崩御したぜ。ボロボロの新王朝も底力を見せてきたってわけね。そして遊園も崩御。時代の中心たる人物が一人消えたことが、どう影響するのかしら。遊園の死を最も喜んだのは東海王、司馬越だっただろうな。今まで二度にもわたる首都防衛を首の皮一枚で成し遂げてきた東海王はここで、遊園を失ったばかりで混乱しているであろう漢の征伐に動き出したぜ。しかし東海王はこれまで無理に無理を重ねて権力を集めてきた人物だ。そうしないと戦時に対応できないという背景もあったが、あまりにも恨みを買いすぎたぞ。東海王は残るすべての兵力を全力でかき集めて、いざ進軍を開始したんだが、主君である海帝がここで東海王と決裂。自分の忠殺の密局が出ていることを知った東海王は憤死してしまうぜ。ボロボロの新王朝を立て直すために無理をして、その無理を補うべくまた無理をして、司馬越はこの連続で泥沼にはまっていったわけね。この東海王の死は、新王朝にとって滅亡の決定打になったとされる。皮肉にも遊園が死んだことで気が緩み、内輪揉めが起こったわけだ。進軍中だった途上での総司令官の憤死。これによって進軍は止まり、海帝と反目した以上、都に帰還することもできないまま停滞したぜ。それを見逃さなかったのが赤禄だ。赤禄は軽騎兵を率いてその進軍を吸収すると、敵をぐるりと包囲して一人も逃さず撃ち果たしたとか。これによって20万ほどいたとされる秦の主力軍は死体の山と化した。こうなるともう秦王朝は抵抗も、戦うことすらできなくなったんだぜ。あまりにも凄絶で悲惨な結果ね。これが精神滅亡の決定打になったと。司馬越がなんとかかき集めた軍が消えた以上、もう兵力は残ってないわ。あ、ちなみにこの頃、漢の内側も同様にごたごたが起きていたぞい。ざっくりと説明すると、遊園の後継ぎであった長男の遊和、だけど、彼が遊園の四男である遊宗に撃たれたぜ。実力主義的な色が濃い遊牧民族の国家だからこそ、こうした後継者争いはよく起きるんだ。だからこそ東海王は漢に攻撃を加えようとしたぜ。まあ、その計画も頓挫してしまい、結果として赤禄によって軍は全滅するんだけどな。その後、内側の政敵をあらかた片付け、新王朝の主力軍が赤禄により消滅させられたことを確認した遊宗は、ついに洛陽侵攻を始めたぞ。いよいよ最終決戦というわけね。まあ、とはいえもはや決戦をするだけの力は新王朝に残っていないから結果は明らかなわけなんだけど。そうだな。漢の本軍と赤禄軍は合流した後に洛陽へ侵攻。そのまま新王朝から差したる抵抗も受けず、洛陽はあっという間に陥落したぜ。海帝は捕縛され、これによって新王朝は事実上の滅亡を迎えたと見ていいだろうな。ちなみにこの時、赤禄は自分の功を誇らなかったとか。それどころか漢の本軍を率いていた遊陽と王備に洛陽陥落の功績を譲ったとされているぞ。また赤禄は、征討大将軍に任命されるが、これもまた誇示したとされている。というのも赤禄の軍閥というのは、完全に漢の支配下にあったわけではなく、半ば独立していたんだぜ。独立の気風が強いからこそ、漢からの官位を積極的に受けるようなことはしなかったと。なるほど、これはなかなかに厄介な存在じゃない？漢の建国者である遊園ですら赤禄を完全には心中させられなかった。ただ遊宗は一応、なんとか漢の官位を赤禄に受けてもらってはいたぜ。それほどまでに赤禄の存在感というのは大きくなっていたわけだ。加えて赤禄は積極的に人材を集め、独自の政権すら形作っていたぞ。その代表的な人物が、張賓、だな。彼は異民族ではなく漢民族であり、赤禄の腹心として活躍した作詞でもある。赤禄の戦略方針というのは、この張賓が主導するものであったとか、また、赤禄18期、という古参の猛将たちもまた、赤禄の波動を大いに支えた人材だとされるぜ。文武に秀でた人材を積極的に登用することで勢力を増していったと。戦うだけじゃなく、組織づくりもちゃんと考えていた人だったのね。
というわけで次の項目、前兆と後兆に話を移していこうと思うぜ。洛陽は陥落させたが、一応、秦王朝の残党はそのまま長安に逃れてて、その長安で体制の立て直しを図っていたぜ。ただ蒙漢の敵ではなく、残党軍も滅ぼされてしまい、聖秦王朝は完全に滅亡してしまうぞ。まあ他の生き残りが南に逃れて亡命政府を作っているが、これはもう今までの秦王朝とは別の系統として、東秦、と呼称されているぜ。こうしてか北斗中原において圧倒的な勢力を獲得した漢勢力だったが、その頃、いよいよ赤禄がその野心を剥き出しにして動き始めたんだ。乱世を最もうまく乗りこなしてきた男が今、天下取りに動き出すと。ということはいきなりもう、全面戦争に移っていくって感じかな。いやいや、まだそこまで吹っ切れてはいない。赤禄がまず考えたのが、王備の排除、だ。彼はかつて赤禄と同時期に漢の陣営に加わって、赤禄と並ぶ大物として軍で目立ってきた将軍だ。つまり赤禄と王備はライバル関係にあったと見てもいい。それを潰しにかかったわけだ。王備も王備で赤禄に対抗意識を持っていたが、ある時、王備がとある戦争で窮地に陥っていたぜ。この時赤禄も別の敵を相手にしており、ライバルを助ける理由もなかったが、参謀の長賓がここで王備を助け、彼を油断させるべきだと進言。赤禄はこれを受けて王備を救ったんだ。なるほど、これは深い策略ね。ピンチを助けられた王備は当然、赤禄に感謝するわけで、警戒さえほどいてしまえばごは楽にことが進むわ。この後、王備はすっかり警戒を解き、赤禄からの宴会の誘いを受けてしまい、その宴席の場で刺客によって泣き物にされてしまうぜ。ただ王備は漢の重臣であり、この赤禄の行動は漢の許しを得ていない独断行動。ここから赤禄は大いに警戒されるようになっていくわけだ。だが、強力な地盤を有する赤禄に対し郵送も強気に出れず、叱責をするだけにとどめて、漢意を取り上げたり攻撃を加えたりはしなかった。そして赤禄はそのまま王備の勢力を接収し、さらに強勢になったぜ。またそこからかつての難敵だった王春や遊魂を破り増強を続けたぞ。本当に勢いが止まらないわね。でもこんなに赤禄が厄介だってのは目に見えて明らかなのに、漢の皇帝である郵送は何もしなかったの。曖昧で知られていた郵送だったが彼は晩年になると性格的な問題が出てきてて、一種の精神病のように感情の抑えが効かなくなり、また相次ぐ身内の急死によって心労が限界に達していたと考えられる。そのため郵送は防勢を敷き、内側はぐちゃぐちゃになっていたんだ。赤禄も赤禄で急速に力を蓄えていたことから、もはや郵送であっても簡単に手出しできるような存在ではなくなっていたと見ていいだろう。その後、郵送はいよいよ衰弱し、どうにか赤禄を抑えるべく皇太子の補佐役を任せようと何度も頼み込むも、赤禄はこれを固辞したとか。皇太子の補佐役にしてしまえば、この厄介な実力者を名分だけだけど国家の守護者にできる。でも赤禄は、その建前すら拒絶したわけね。漢とは別の独自政権を作っているからこその強気の姿勢だろうな。まだ対立する必要性も特にないから手を組んでいるに過ぎないけど。もし何かあればすぐに動き出せる姿勢は保っておく。そして郵送はそんな赤禄の姿勢を非難できなかった。自分の死の直前だからなおさらな。その後、郵送は318年に崩御。そして皇太子、郵三が即位するも、彼はわずか一月で外戚、金潤の反乱により刺殺されてしまうぜ。この返事に皇族の実力者である郵陽、さらに赤禄も立ち上がり金潤を攻め滅ぼすぜ。その後、軍神に担がれる形で郵陽が即位したとされる。この混乱に乗じて一気に天下取りに名乗りを上げるわけではなく、ちゃんと国家の守護者としても働き、功績を立てていたのね。一見すると国家の守護者だが、赤禄にとっては反乱鎮圧の大義を掲げ、西方に軍を派遣し、勢力拡大を図れる意向実でもあったわけだぜ。ただ、郵陽の迅速な対応にてその思惑はあまりうまくいかなかった。そして郵陽はここから、赤禄を明確に敵と見定めることになるぞ。どう見ても赤禄の牽制は漢をしのぎつつあった。対立は避けられない。郵陽はここで赤禄から派遣された使者を切って、対決姿勢を見せたぜ。もちろん、赤禄はこれに激怒。
両者の関係は完全に決裂することになり、いよいよ赤禄の天下取りが本格的に動き出すことになったわけだ。急に裏切られて手をつかれるよりも、自分から手を切って決戦を覚悟したというわけね。竜陽も随分と思い切った決断をしたものね。ちなみにこのあたりで、竜陽は国号を、関、から、長、へと変更したぜ。この陣営は平州や紀州あたりから出発しているから、って理由だな。そして赤禄も自勢力を、長、という国号に定めた。この時の赤禄の勢力域は平州や紀州に及び、自身も、長江、に報じられていたからな。この時両者とも長を名乗っているからややこしい。そのため竜陽の長を、前長、赤禄の長を、後長、と呼んで一般的には区別するぞ。ここから両陣営の決戦が行われるかに思われたが、それはもう少し後の話になる。そのあたりはまた最後の項目で詳しく触れていこうかな。ほうほう、いきなりバチバチにぶつかり合ったわけではないと。でもいよいよ時代が大きく移り変わっていくって感じがするわね。というわけで次の項目、校長の特色、について触れておこうと思うぜ。赤禄が打ち立てた校長という国家だが、どんな特色を持っていたか、どんな政治体系であったのか、という点について簡単に解説しよう。まず中でも最も特筆すべきなのは、漢民族との融和政策、だろうな。この五胡十六国時代というのは、漢民族以外の多種多様な異民族が流入し、様々な国家を打ち立てたぜ。故にこの後の歴史というのは、こういった多様な民族をどう統合していくのかということについて試行錯誤していくことになる。赤禄はそのモデルをいち早く示したんだ。赤禄自身がそれこそ本当に小さな民族の出身だったからこそ、漢民族をはじめとした複数の民族の融和に特に気を払う必要があったと。先にも触れた赤禄の腹心で、筆頭臣下でもある長斌はその融和路線の代表者と言えるだろう。彼は漢民族ながら、赤禄の大量を支えている。また赤禄も長斌を特に重んじて、全幅の信頼を預けたぜ。この二人の関係性があったからこそ成し遂げられた国家モデルだっただろうな。赤禄は漢民族の保護を進んで行い、他の民族が漢民族を恥ずかしめたりすることを固く禁じ、漢民族の風習を積極的に取り入れていったとされる。これは互いの民族が互いに忌み嫌っていたため、ほっとけば略奪や虐殺が起きかねないという背景があったための処置だろうと思うぜ。自身はかつて奴隷に落とされて屈辱を味わっているのに、その恨みを深めることなく、きちんと融和に向かっている意識は素晴らしいわね。しっかりとした国家制度を築くためには、知識と経験を有する漢民族の協力は必要不可欠だし、そこも意識してたんだろうなとは思うぞ。ただこの制度というのは赤禄という圧倒的なカリスマがいたからこそ成り立っていたもので、その歪みはやがて大きくなっていくんだけどな。そして他に赤禄の施策として有名なのは、仏教の布教もあるぜ。この施策を語る上で欠かせないのが、仏徒教という僧侶の存在だ。彼は聖域からやってきた僧侶であり、後に赤禄のお気に入りとなって数々の寺院の建設し、多くの仏教徒を育成したとされているんだ。へえ、仏教って三国志の時代にもちらほら名前は出てきていたけど、マイナーな存在だったわよね。その仏教がこの時代に花開いた。ただ赤禄自身が仏教に入れ込んだとか、そういうわけではないらしく、あくまで仏徒教という人材を気に入ったって感じだったんだろうぜ。仏徒教は仏教の教えを厳しく守り、己を律し、他人にも仏教の教えをもとにわかりやすく道義を説くなど、優れたメンターだったのだろう。赤禄もそんな仏徒教をそばに置き、話し相手として重宝するだけでなく、戦場では吉凶を占わせ、仏徒教派次々と予言を的中させてみせたとか、こうして信頼を勝ち取った仏徒教派、自身の本来の目的である仏教の布教に邁進し、仏教を土地に根付かせることに成功したって感じだな。孤高になりがちな君主という存在にとって、こうした精神面の支えになってくれる相談相手って本当に大事って感じがするよね。他にも赤禄政権は戦乱で荒れた各都市の再開発に着手したり、農業の推進を積極的に言ったり、とにかく国家の安定に力を注いでいるぜ。今まで戦争ばかりに生涯を費やしてきたような、荒っぽいイメージの赤禄だけど、内政面では安定と融和に努めた名君であったわけだ。その後、天下統一に向けて動き出した赤禄だが、
そんな彼の波動を阻む非凡な強敵が現れた。その名は、蘇敵。東晋初期を代表する名将だ。今まで比較的に穏やかであった南の亡命政府が、ついに動いたと。前朝との決戦に動きたいこの時期に、厄介な話になってきたわね。それじゃあ最後の項目、校長の皇帝、へと話を移していこうと思うぜ。劉宗の没後、漢は前朝と校長に分裂し、天下の覇権をめぐって対立した。ここからいよいよ最終決戦かに思われたが、前朝は西の善良という勢力の対応に追われ、また校長も東晋からの攻勢に悩まされたんだ。そして数多の戦争を勝ち抜いてきた赤禄ですら頭を悩ませたのが、蘇敵という東晋の将軍だ。別に東晋も本格的に侵攻するつもりはなく、この蘇敵があんまりにも侵攻を叫ぶもんだから、東晋は蘇敵に援助も兵力もほぼ与えず侵攻を許したところ、なんと快進撃を始めたんだぜ。厄介払いみたいな感じで追い出されたにもかかわらず、こんなに脅威赤禄を悩ませるほどの快進撃を続けたの、それは名将すぎない。当時の赤禄の勢力域は大体紀州、青州、遠州、徐州のあたりで、蘇敵はわずかな兵力で連戦連勝し、なんと郊外南の領土を奪取したぜ。つまり遠州、徐州のあたりをこの蘇敵に奪われてしまったわけだ。赤禄ももちろん兵を出しているが、蘇敵はその軍勢にたびたび勝利したとか。蘇敵はもともと、2000人ほどの義勇兵だけを率いていた将軍だったんだが、その将軍がわずか数年で、あの赤禄から領土を切り取ってしまったんだ。そこで赤禄は蘇敵と戦うことをなるべく避けるようにし、私的に蘇敵と交流しながら親睦を深め、争わないように配慮したとされるぜ。やっぱり亡命政府とはいえど、新王朝の存在感は大きいってわけね。こうなるとここから東晋が本腰を入れれば、新再興もあり得たり。そうだな。ただ、そうはならなかった。東晋は重臣らの権力闘争が色濃い陣営であったという背景もあり、蘇敵はそんな本国の影響で、さらなる進撃をストップさせられていたんだ。前朝と校長が争っている絶好の機会を前に攻めることができず、蘇敵は321年に没したぜ。蘇敵がいなくなったことで、赤禄は奪われていた領土を数年かけて取り戻し、また校長の勢力域を復活させ、決戦に向けて動いていくぞ。しかしこのタイミングで赤禄の腹心であった張賓が死去。これには赤禄も相当落ち込んだらしく、ことあるごとに嘆き悲しんだとされるぜ。今までずっと補佐してくれた孤高の臣下と、ここで死別したと。それでも赤禄は波動を進まないといけないというのが悲しい話よね。さてこうして前朝と校長はいよいよ天下の趨勢をかけて、本格的に衝突することになる。まず赤禄は一族の赤子に侵攻を行わせたぜ。この赤子だが、赤禄の義理の弟みたいな存在で、数少ない赤禄の身内の中で最も軍功を積み重ねている猛将の中の猛将であったぞい。校長の勢力拡大の主な戦のほぼ全てで活躍しているし、あの蘇敵にも勝利したことがある猛者なんだが、極めて荒っぽい性格をしており、これはまた別の話なんだけど、赤禄の死後は赤子が校長を乗っ取って、めちゃくちゃな暴政を敷いたとされている、結構な問題児なんだぜ。最強の矛で、かつ数少ない身内だけど、扱いがとにかく難しいと。赤禄も決して完璧な家臣団を揃えていたわけじゃなかったのね。まず、洛陽に駐屯していた校長の軍勢が西に進み、前朝の勢力域で略奪を開始。これを受けて前朝は討伐軍を送り、校長軍を包囲するぜ。ここで赤子が数万に及ぶ大軍勢を率いて救援に駆けつけ、今度は逆にその前朝軍を包囲してしまった。ここでついに、皇帝の有用が動く。ただ戦上手である赤子はきちんと足止めの軍も配置しており、有用の援軍は間に合わず、前朝軍はことごとくが捕虜か生き埋めにされたぜ。しかし有用も時代の英傑の一人。さらに進軍してくる赤子を地理的に不利なポイントまで誘い込み、逃げる敵を追撃で打ち破ってみせたぞ。本当に一進一退の攻防戦って感じね。でもこうなってくるともう、大将である赤禄自身が出陣するしかないんじゃないかしら。そうだな。赤子の軍勢が壊滅的な打撃を受けたことにより、ついに赤禄自身が出陣を決意。大将の出陣を重臣らは強く諌めたのだが、
赤禄が徐行という切れ者の参謀に意見を求めたところ、その徐行は、有用の軍は疲弊しており今が叩く好機、との意見を出したぜ。またあのブット朝も、大軍で出陣すれば有用を捕虜にできましょう、と予言した。これによって赤禄は反対意見を押し切って出陣に踏み切り、ついに洛陽で両軍は大決戦に及び、この戦いで赤禄は大勝。有用も捕虜となり、ここで前朝は再起不能レベルの痛撃を被ったんだぜ。奴隷に身を落とした男がついに、天下分け目の合戦に勝利して、時代の覇者として名乗りを上げたと。しかもこの地獄の乱世で。残る前朝の残存勢力の総統は赤子が行い、後朝は西方まで勢力を拡大。名実ともに天下最大勢力となり、赤禄の権勢は絶頂を迎えるぜ。その後、軍臣らは赤禄に強く帝位に上るよう上奏し、赤禄は前朝を滅ぼした翌年、330年に皇帝に即位することになったとされている。残す敵は南方の東晋のみ。ここを平定すれば天下統一はなったも同然。ただこの時、東晋は王道、という宰相の下で一応はまとまっており、つけいる隙はあまり見えなかったとか。そんな中、赤禄はついに病に倒れてしまい、332年、その激動の人生に幕を下ろしたとされるぜ。天下統一はまさにこれからってタイミングで、その太陽は時代へと残していってしまったわけね。彼の没後、時代はどう変わっていくの？赤禄は息子の赤光に帝位を譲ったが、ここであの赤子が出てきて、あっという間に実権を掌握し、政敵をことごとく打ち滅ぼしたぜ。その後、赤光を廃して自らが君主の座に着くと、無茶苦茶な暴政を繰り返して、皇朝の国力は衰退。赤子の没後、皇朝は滅亡したぞ。ただ、赤子の軍事手腕やカリスマ性は確かなものであり、赤禄という圧倒的すぎるカリスマによって成り立っていた国家だったからこそ、赤子じゃないと皇朝をまとめられないという面はあっただろうぜ。それほど赤禄個人に依存した覇権であったということかもしれないな。本当に大きな存在だったわけね、赤禄って。でもこの赤禄がいたから、混沌の乱世に収束の希望がわずかながら見えることになったのかもね。長丁場のご視聴お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとう。この動画を楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。いければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。